皆様お階段の世界をゆっくりとお巡りくださいねえお兄ちゃん返事ぐらいしてくれてもいいじゃないって言われて冷たい冬季をふっとかけけられるわけですものすごく怖かったんですけどずっと黙ってた。 さあ皆さん、今回すごいですよ。もうね、来てくださいました。会談会の帝王、山優さんでお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> もうね、はい、帝王を、もうもう、やめてとは言いませんよ。ええ、言いませんけど、本当に、もうあのー、良くないですよ。本当に良くない本当に良くない。あ、もうね、あのー、あのー なんか、最初は、まあある意味なんて言うんですかね、ちょ、ちょっと本と喋る方で、なんか賞をもらった年があったからみたいなのなで、まあそこで帝王じゃないですかみたいないじりから始まったわけじゃないですか。いじりとちょ、とんとしないでください。いじってないけど<ョ>帝王だから帝王って言ってただけなんですけども。いや最初はいじった時は、みんなも笑ってたわけですよ。うんうん、僕も笑いながらやめてくださいよみたいな感じで、だんだんですね、あの、二度目のお階段巡り出た後ぐらいからは、先輩、 たちから、はい、お前最近、帝王って名乗ってんだってって言われて、いや、違いますあれは。お階段巡りでって言って。で、だんだんですね、変な浸透の仕方をして。はい。まあ、山井さんですね、あの、まあ、3月から、あのはい、フリーにもなられて。実はそうなんです。ずっと勤めてた出版社を辞めまして。もうフリーになられて、もう今、いくつも抱えてて、めちゃめちゃお忙しくされてる中で、すいません。 こ、はい、ちらじゃじゃんじゃじゃんです。もう本当発売になったばかりですね。そうなんです。こちら山優さんの原作で漫画になってるっていうタイトルが。そうですね。これは縁談夜話っていうんですけれども、こちらのコミックス3巻で、岡本健生さんっていう、まあ階段ファンの漫画家さんが漫画にしてもらっていて、まあだから私は原作をやったり、まあこのネームを見たりとかやるんですけども、二人の共同作業で作り上げてきた、 漫画もですね、サンデーウェブリーっていうところで、まあ、小学館系のサンデー系列でやってるんで、サンデーウェブリーとあと漫画ン,ンっていうところで連載してるんですけども、まあ、こちらがですね、皆様にご好評いただきましたので、1年ちょっとぐらいの間で3巻まで一気に出せました。すごいですよね。なんとですね、ここで、これがですよ、今回、ここに見えますかこれ、この帯にですね、私もですね、 本当にいつも思うのが、私がね、まあもし仮にも階段の帝王などというね、あの、<laughs> ものの、まあ帝王、たくさんいる帝王の末席にいるんですけど、島田秀平さんはね、とにかく優しくて気遣い いつも言うんですけど、島田修平さん、本当に気遣いの帝王なんですよ。来た来た来た,来た、はい、こんなに、もうね、本当に新人の怪談師ですら出た時に、<laughs> こんなに優しくしてリアクションしてくれる人はいないって、みんな口をそれて、本当にいい人なんです。その島田修平さんが、<laughs> 僕の3巻のためにもちろん載せるよって言って、書いてくれた帯込めが今回3巻 <laughs> え、お笑い界の気遣いの帝王、島田修平が書いてくれたこのコメント。<laughs> じゃあね、これを読んだ人は、きっとこんな手相が、 恐怖で今夜は眠れます。いじってんじゃねえかよ、それ <laughs> <laughs> じゃあちょっと階段の方、聞かせていただいてもいいでしょうか <laughs>、はい。じゃあまずちょっと今回は。これはもうあの私自身が、本に書いたことあるんですけど、結構ですね、長いので、そんなにしょっちゅうイベントで喋るわけではないんですね。 で、まあ、あの、ただこれ結構評判のいい話なんで、せっかくなんで、お帰り巡りはね、皆さん結構じっくり聞いてくださったりするんで、少し長い話を、まずは、聞いていただこうかなうう。ありがとうございます。この話に出てくる三峰さんという方、この方ですね、まあ、仮のお名前にしておきますけれども、森林調査の仕事をされてた方なんですね。 いや森林調査ってなんかピンときままピンときませんね、まあ、なんとなくですね、あの皆さんが思うのと、まあ、そんなに違わないんですけど、結局森を調べて、で木のですね植生を調べたり、あと密度とか、木の大きさ、太さとか、あと材質を調べたりとかなんですね。でこういうのを調べると、まあ、結局林業で立ち木のその売買とかですね、あるいはこの土地利用の方法とか、シンプルに、まあ、その森林整備っていうものにも役立てるっていうので。 でこれはですね、まあ、ね、林野町がやる大きいのもあるんですけど、地方自治体なんかがやってるものから、民間企業がやってるものまであります。うん、ただ、この、里山っていうのがもともとですね、林業があって、人の里があって、その近くにある山っていうのを、林業の方たちがね、森を整備してたんで、守られてたんですけど、どんどん廃れてきちゃったんで、うん、いわゆるですね、奥っていうか、我々がこの、麓の人間から住んでる、目から見た山っていうのですね、隣接した、この山が荒れていくわけです、ね。うん、荒れると、 結局、土砂崩れとかが起きやすくなるんですね。はいはい、で災害が増える。だからこの森林調査って結構ですね、いわゆる土砂災害を防ぐっていうのですることも多いんですよ、ねうんで。ちょうどこのお話ししてくれたこの三峰さんは民間企業にまあいたんですけども、そこで自治体からですね、まあ、委託を受けて、いわゆる土砂災害といったものの基礎調査みたいのをしてたんですね。である時に、まあとある山なんですけども、調査が入って、でこの山って10年間ですね、一度も 調査されてないいいいんですすねそういう山もいっぱいありますただ地元の、まあ、いわゆるふもとのです、ね、集落からちょっとこの山に、まあ、土砂の災害の恐れが出てきてるんじゃないかみたいな、まあ、そういう連絡が行政に入ったので、うん、ま調査に入るってことになったただ水峯さんちょっと疑問だったのはここの山のすぐ隣にも1個山があってここもです、ね、ほとんど植物の多分植生は一緒で同じような土地なんですね続きになってるんで。うん なのに、こっちの方は、ちょっと危ないからって言って、毎年行ってるわけですよ。うん、だから、なんでこっちだけ10年間平気だったんだろうなと思いながら行ったんです。で、まあ当日になったら、まあ行ったのが、まあその同じ会社の同僚の人間ですけども、3人いて、三峰さんと、それからまあ、この仕事を始めてまだ1年も経たないぐらいの、後藤さんっていう後輩の男の子。それから、 昔ですね、ちょっと事故にあって、右足を結構引きずっちゃってるんですけども、まあ、それでもですね、大ベテランでやってる先輩、この3人で行ったんです。うん、で、山に入って、ま少し調査し始めるんですけど、も、まあ、確かにですね、やっぱなんか隣の山と同じ感じだよな、なんでだろうなと思ってたら、その疑問に対して後輩が、うん、いや、実は、俺、ここのふもとの集落の、いわゆるまあ、出身なんですよ。 ただもう俺が生まれた時にすぐ母親とお父さんの方はもうここから出てっちゃったんでたまにじいちゃんのとこに帰るぐらいだったんだけどそれで俺じいちゃんとか地元のまふもとの集落の人間に聞かされたことがあるんですようん、うん、この山を守ってるのはマレビトの塚って呼ばれる、はい、まあその塚のおかげでいわゆる土砂崩れとか山が荒れるのは防がれてるんだっていう、まあ、どんな話かって聞いてみると、はい、まあこの 九人のですね、丸人を山の下に埋めて、そこにあの、塚を建てて、これが治めてるっていう。まれびってそもそも何かっていうと、まあ、あの、日本にもともとですね、まあ、祖先が、あの、現れて、祖先が来て、法上や祝福をもたらせて、それからまた帰っていくっていう、なんか、異界からですね、あの、祖先が来るって、それ信仰みたいなのがあるんですけども、<ー>まあ、これが少しだんだん転じていって、あの、外から来る、いわゆる旅人とか、 旅芸人とか、昔だと、まあ行商人もそうですし、うん、山伏とか、こういう人たちも、まあいわゆる神様と同じように、食べ物をご馳走したり、艦隊をしてで、そうすると、まあ神をもてなすのと一緒にすると、自分たちに祝福や法上が返ってくるっていう、いわゆるその山岳信仰で、これはも日本全国にあるんですね。結局外から来た人間のことをレびとって呼ぶんですけど、もうその通りだとすると、外から来た人間を、 まあ埋めてってこと、要は人柱にしてるってことですよそうですよね。人柱にして、そこに鎮魂の、まあおそらく鎮魂費であろうそういう塚を作って、でもこの人柱が国にあるおかげで、この山は荒れないんだ。っていう。<ぁ>まあこの話を後輩が言うわけですよ。いやだから、最初にまず、ちょっとこの塚に手合わせてからのこれいいと思うんですよ。って言うんですけど、まあ三峰さんからすれば、まあ何言ってんだっていうと、今度先輩の方が、いや、この山は、 5年に1回人間を消すから、5年に1回生贄を求めてるから、やっぱり手を合わせた方がいいって急に言い出したんです、ねえー、いや先輩に言わせると、いや、俺もこの山の話は知ってるんだと。うん、まあ、あの、大体その伝承の通りだし、大体あの、俺もちょっと調べたことがあると。で、この山っていうのは、もともとはですね、江戸の頃ぐらいから丸びての塚はあったらしいんですけども、 神隠しの山だっっててて呼ばれてたって言うんですね<ー>昔は、はい、ここは結局何をしたかっていうと外から来た人間っていうのを国に埋めて塚を建てたんだと、うん、ところがこの鎮魂碑を建てても結局ですね土砂崩れは収まったけど山はどんどん禍々しいものになってったっていうんですね、はい、動物が凶暴化して本当に人の顔を見たら逃げるような臆病なイタチが飛びかかって喉笛を噛み切ったという記録まで残ってると、うん こうなった時に山が何か恐ろしいものに変わってしまったっていうことで、村の人たちは、外から来た、あの、また新しい稀人を5年に一度生贄に捧げますので、<ー>と言って。新しい稀人を一人迎えて、あの、手を合わせると、まあ山頂に近い、ふもとから順に9個並んでるんですけど、一番上にいる方から一人ずつ成物していくんだと言われて。<ー>ていなるほど まあ、いわゆるですね、あの、海とかにある七人岬みたいな伝承に似てるんですけど、はい、あれも七人組で一人、あの、誰かを取り殺すと一人成仏するっていうのなんですけど、うん ここも9つある塚のうち5年に1人来た人間を生贄に捧げると昔は塚の下に埋めたのかどうかわかりませんがそうすると何がしかの儀式を行うと1人成仏、うん、でこれで50年経ったら全員成仏するけれども、まあ、その代わりずっと山には外から来た、まあ、人柱にされた生贄人が5年に1度ずつずっと生贄に捧げられ続けて山を守ると その代わり5年に一度ずつ成仏するんで、まあそのおかげで山はもう荒れた山から元に戻って、この山の下にある丸人の塚には、本当に外から来た人間、最初の人間の遠奏じゃないです。外から来た人間の遠奏で作られてたんだと言われてるけれども、ただこれをそんなね、山田行事できないじゃないですか。うん、最後は多分もう明治の頃ぐらいで、昭和になったらなかったらしいと。はあ、ところが、あの、山の方は、 じゃあ何をしたかっていうと、もう生贄を捧げなくなったら、今度はですね、山に入ってきた集落の人間は消えないんです。そうじゃなくて集落の外から来た人間が山に入ると、行方不明になる。山があの自分から生贄を5年に1回選ぶようになった。だから、ここの山で消えると、人がいなくなっても神隠しで帰ってきたりしますけど、はいはい、この山の神隠しは帰ってこないし、あと、まあ遺体も全く発見できないんだと。 そもそも山に慣れたら遭難するような山じゃないし、みんなで総出で、ね、見たら、あの、遺体が見つからない場所じゃないのに、結局一度も見つからない。だから神隠しの山って呼ばれてたんだ。なるほど。ただまあそうは言ってもですね、まあこの田舎の山ですから、えー、外から入ってきて、昔なんか多分山菜狩りとかいうのも来た人多いんでしょうけど、里山も荒れるし、でももうあの、外から来る人もいなくなったら、結局神隠しになる人間自体がいなくなったんですよね。えー 結局、最後に神隠しの履歴が残ってるのって、20年前に男の子がいなくなったきりなんだはい。ただ、10年前に、ここに森林調査に入った人間がいると。で、二人森林調査に入ったんだけど、そしたらその時だから、要は俺らの前の森林調査に来た二人は、ここで消えてるんだ。二人とも二人とも消えた。これなんでかっていうと、その先輩がに俺が昔勤めてた会社の同僚だからよくわかる。 言っていなくなったって、まあ、事件性をすごくね、言われたけれども、まあ、結局遺体も見つからないし、失踪しただけなんだ、大人が。まあ、そのまま見つからない、消息不明ということになってるけども、俺は一体これは何なんだと思って調べたら、こういうことだったんだと。だから、ま、男の子20年前だから、5年に1回じゃないですか。男の子は行いて10年経って2人いなくなって、そこから50年経ってるんだから、ということは5年に1回で、10年だと2人ですよね。そうしたら、 もしかすると、この10年目に来てる俺ら3人、やばいのかもしれないぞと。そしてまあ10年経ったからこそ、土砂崩れがするようになってきたね近隣の人間から言われたんじゃないかというので。これはいよいよ危ないぞと。だから俺も塚に手を合わせた方がいいと思うって言われたんですね。まあこうなるともう、するしかないに、ね、三峰さんも分かりましたと言って、まあとにかく1日目はその塚を探して手を合わせましょうって。まあふもとの方から行って、中腹ぐらいからだんだん上に向けてあるんですね。はい。 で、大したつかじゃなかったっていうんです。もう本当に四角い石を切り出した感じで、石が置かれてて、で、中をそのまま、なんていうのかな、石をくり抜いた形で。置くんじゃなくて、くり抜いて中にこう、顔も何にもついてない簡単な人型みたいな、こけしみたいのがある。うん、柄も顔もない。もう風にさらされて結構ボロボロになってる。これがポンとあって、まがまがしくもなんともないんですね。ただこれが9つ道に沿ってあるんで、山道を登りながら手を合わせていった。後輩が登りながら、今度、 先輩今何時ですかって言うから、正午だよ、昼のって言ったら、これも本当に3時ぐらいには絶対帰りましょうねとか言うんで、はい、まあ当たり前ですけど、山なんて真っ暗に日が暮れたら危ないんで、うん、日が暮れる前に帰るなんて、まあ、当たり前中の当たり前なんですが言われなくても分かってることを言うんで、なんだお前って言ったら、これ山に登りながら、小四の時、じいちゃんとここに来た時のことを思い出してきたんですよ。えおじいちゃんは、まああの、 孫が帰ってくるたびに山に行きたいって言うけど、危ないし行っちゃダメだって言われてた。まあその時おじいちゃんはもう、外から来た人間が行ったら危ないってのは分かってたんですよ。はい、もう集落を出た人間なんで。だけどもう、小4ぐらいになると孫勝手に入るかもしれないじゃないですか。だからいやいやおじいちゃんも孫を連れて山に入ったんですけど、手をギュッと握って、おじいちゃんの手をずっと握っていこうと危ないからって。で山に入るときに、この山で3つ守んなきゃいけないことがあるんだ。うん、1> 一1つはまず、 あの、絶対にこの山は夜に入っちゃいけない。この山には人をかどわかす恐ろしいものがいて、それは必ず夜になってからやってくるんだと。だから日が落ちたから山に入るのが一つ目。で、もう一つ目は、たとえこの山の中でおじいちゃんの声で呼ばれても返事をするなと。この山で連れてくるのは必ず本人の人の名前を呼ぶって言って。それからこの繋いでる手が何かのことで一回離れたら、危ないから繋いどくけど、離れたらもう二度とおじいちゃんの手を握るなって言われて。え 三つ目は、この山に出るものは、必ず人の手を引いて連れて行く。だから、夜に名前を呼んで手を引いて連れて行くから、絶対にこれを守れと言われて、こんなこと言われたらものすごく怖くて、怖いね、おじいちゃんの手握りながら、なんだこれはと思いながら行ったらしいんですけども、それを思い出したと。だから夜になる前に帰りましょうねって言うんで、うん、また当然そうしようと思って、まあここの爪を見つけたところは、別に何かがあるってわけじゃないんですが、ちょっとこうなんですか、平らになって開けた場所だったんですよ。 だから岩場に腰を下ろして休もうねって言ったんです。で、腰を下ろして時計を三つ目さんがふっと見た時に、びっくりしたのがもう4時半になってたんですね。でももうこのここの次のところに着くって時は、さっき見たら2時だったんですよ、14時。なのに、なぜか知らないけど、ここで自分たちは今座ったばかりのはずなのに2時間半も過ごしてるんですね。うん、で、時計を見てやばいって言ったら、まあ先輩も後輩もやばいやばいと、急いで降りよう。 降りてる最中に日が暮れちゃうって言ったんですけど、その瞬間にですね、後輩が急に立ち上がったら、痛い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 ,痛いって言って、お腹が痛いって言って、もう完全にうずくまって丸まっちゃったんですよ。うん、もう動かせる状態でもないので、まあこのお腹が痛いっていろんな症状がありますから、動かしたら危ないこともあるわけで。 しょうがないから、とにかく会社に連絡しようって言って無線でかけた。うん、そしたら、まあ、あの、もうすぐ近くで仕事が終わる人間がいるから、その二人をよこして、単価を持っていくよっていうんで、<ー>もうだから、要はここで待つしかなくなったわけですよ、同僚が来るの。うん、もうすでに4時半ですから、もう完全に日が落ちかけてる。でも、一気にあたりが暗くなって、で、後輩は少し楽になったのか、お腹を抱えてうずくまってて、先輩はま、こう、ランタンみたいなね、こう、ライトをつけてるんですけども。 どんと周りが暗くなってきたときに、こう、カサ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 、カサカサカサってこう、森の中を何かが走るような音をするんですね。獣かなと思って、懐中電灯を向けるんですけど、まあもう夜の森なんて暗いですから、何メートルか行ったら光も吸い込まれちゃって全くわからない。カサカサカサって言ってるときに、おいお兄ちゃんって言われたんですね。これ、明らかに、 聞き間違えない、亡くなった弟の声だっていうんですね。で、亡くなった弟の声で、まあ、下の名三さんの下の名前を、なんとかお兄ちゃんっていうのを、なんとかお兄ちゃん、お兄ちゃんって呼びながら、この音が回るんですよ。ぎょっとして、えっ、人の声がしたと思って見たら、後輩も先輩も何かまた別のものが聞こえてるのか、後輩はもう耳を押さえて丸まったまま、返事しちゃダメ、返事しちゃダメって言ってて、先輩の方は何かに気づいたのか、 動くな。そして黙ってろって言って、明かりも消せって言って、先輩のランタンの火を消しちゃったんですね。しょうがない。懐中電灯を消して真っ暗ですよ。で、どんどん人の声がして、お兄ちゃんお兄ちゃんって言うんですけど、足音が近づいてきて、最後にすぐ耳元で、ねえ、お兄ちゃん、返事ぐらいしてくれてもいいじゃないって言われて、冷たい吐息をふっとかけられるわけです。ものすごく怖かったんですけど、ずっと黙ってた。 しばらくしたら先輩の無線がジじってなったんで、先輩がそれを取って、あ、もう、あの、待ってますんで、みたいな言うわけですよ。どうやらもうすぐ着くっていう連絡らしい。それからもう5分もなくですね、まあ懐中電灯の上がりがチラチラして、ね、同僚が担架持って上がってくるのが見えたんですで。向こうはね、こっちの木なんか知らねえで楽しそうに上がってくるんですけども、同僚が来た時には周りのですね、音とか声は一切消えてたんですね。うん 来て、まあ、短歌乗るかって言うんですけど、まあ、ごと大丈夫かって言っても、ご藤さんの方は、まあ、その後輩の方は、あ、なんかお腹痛いの、来たらもうなんか治ってきたって言って、立ち上がってですね、でまあ、あの、来た人たちに肩を借りて山を降りていくわけですよ。よ、うん、先輩と二人に荷物をまとめて、その後は追うようにして降りていく。で、まあ、暗い山道を先輩が先頭で、後ろに三峰さんが歩いていくんですけど、歩いていきながら、三峰さん、ちょっと嫌な操作が浮かんだんですね。うん さっき、あの、来た同僚、後輩を連れて行くときに、おい、大丈夫かおい、後藤大丈夫かって言って、あの、はいって返事した後藤さんを、まあ、肩に手を貸すから当たり前なんですけど、手を掴んで手を引いて、そのまま肩をね、掴んでいった。名前を呼んで手を引いてったんで、なんかさっきの思い出しちゃって、気味悪く感じちゃうんですよね。って言ったら、前を歩いてる先輩が、それはお前の思い過ごしだよ。っていうわけだよ。 でも、そう言われた時にもう一個気がついたんですよね。はい。あの先輩って言って、なんであの人たち来れたんですかね最初に先輩が無線で連絡して、この山に入った後、それは道なりかもしれませんけど、真っ暗な夜の山ですよね。もうすぐ作って連絡する以外に、一度も連絡よこさなかったですよね。 ナビゲーションもなないのに、んんでで僕らのとこ来れたんですか。そして無線取った先輩も「なんで詳しく言わないで待ってるしか言わなかったんですか?」って言ったら何にも返事をしないんで「あのね僕もう一個知ってるんです」山の伝承は全然知らなかったです。でも10年前にここに来た別の会社の調査員2人が行方不明になったっていうのは僕も知ってます。た、うん、ただあのの時に入っっっ調査員て、て僕が知ってるのは3人なんですよ。 行方不明になった二人ともう一人だけが見つかった。その人は足を怪我してたんですけども、自分の右膝を石で自分で砕いてたんですね。<え>で、なんでこんなことになったかって言ったら、歩かなければ連れて行かれないからってもう一人が言ってた。この時のもう一人見つかった、唯一の見つかった人って先輩のことですよねって言ったら、この足の不自由なのも先輩ですよね。 でも先輩の方は、んー、思い過ごしだろう、とか言ってるわけですが、この先輩の思い過ごしだろうっていうのが、なんだかもう思い過ごしだろうみたいな感じで、笑い声を含んでるみたいなんですっかり気味が悪くなって、なんかやばいんじゃないかっていうのが、この人を追い越して、もう一気に下山しようと思ったんです。はい。 だいたいずっとね、先輩という下ってってるのに、肩を貸して歩いてる奴らにも追いつかないわけですよ。うん、もうおかしいじゃないですか。でも怖い。とにかく早く降りようと思った瞬間に、上着のポケットの中で携帯電話がプルプルって動いたんですね。さっきまでのところは電波が入らなかったんで無線だけですけど、あ、電波入るところに来たんだと思って、急いで電話を取ったら、電話の向こうから先輩の声がするんですね。<ん>おい大丈夫か、三ついや、ちょっとさ、あのー、今日社長に聞いたんだけど、 お前らあの山に行ってるんだってって言って。しかも、あの五島と三つみとお前二人で行って、まだ帰ってこないから会社大騒ぎだぞ。俺ちょっとあの山やばいの知ってるんだよ。お前大丈夫かどこにいるんだって言われたんで。やばい。目の前にいるやつマジで先輩じゃないと思って。その瞬間ですね、急いでもう山道から転げるようにですね、こう坂を下ったんですね。要はもうまっすぐの山道やって横にある崖みたいなところ。 ただまあその急斜面をですね、もう転げるように走り降りてって、森の中に行って、いきながらもう先輩に、やばいですと、ちょっと俺今やばいですって言ったら、れどうしたんだおい三井お前大丈夫かどうした大丈夫かって言うんで、あ、はい、大丈夫ですって言ったら、やっと返事してくれたねって言われて、えと思ったら、携帯電話が切れて、見たら、携帯だと思ってずっと耳に当て,てたの、手に持ってた懐中電灯なんですよ。 それを当ててたんで、しまったこっちの方かと思って、でもうこのまま森の中に入っちゃったから、まずいまずい誘い込まれたと思って、急いで山道に戻るわけですよ。 もう、で、今度はもう、さっきまで、あの、怖かった先輩が、あっちが本物だってなって、も、ま、う、あ、助けてくださいって言って、おーおーもう会中でと思って、先輩先輩って言ったら、もう向こうも心配してて、お、どうした大丈夫か三つびれって言っててで、ごめんなさいって言って、もう急斜面なんで、もうそこを登っていって、もう刃うように登っていったら、<ー>先輩が、三つびれ大丈夫かって言って、伸ばしてくれた手を掴んだ瞬間に、先輩がニコッと笑って、<ー>ああ、どっちもかと思ったところで、ふっと意識が消えたんですね。 で目が覚めたのが病院のベッドで、ベッドで覚めた時に、まあ、結局ですね、一緒に行った後輩の後藤さんは行方不明になっちゃってたんですよ。結局そのまま見つからずじまいだったんですけれども、三峰さん自体はなんで病院にいるかっていうと、右の足首を怪我してたんですね。うん、全く記憶にないんですけど、警察や、まあ、その状況の見立てでは、まあ、行方不明になった二人を翌日探しに行ったら、 後輩はいないけど、三見さんだけは、そばにあった石で自分の足を砕いて、だから自分で砕いて、そこに倒れてたんだと。もしかしたら無意識の中で、あの、歩かなければ連れて行かれないっていう、あの言葉が残ってたのかななんて思うんですよねって、まあ話してくださって。で、後日ですね、面会に来た先輩、はい、本物の先輩が来て、そしたらまあ頭を下げられて、すまんと。 で、やっぱり話を聞いてみると、その10年前に行ったのが、で、唯一その、怪我をし発見されたっていうのが自分なんだっていう話をして、はあ、もうその通りなわけですよ。でも俺は、なんでか知らないけど、あそこでもう10年経って、でももう先輩自体もなんか調べたから知ってるのは知ってるわけですよね。あそこがやばいと思って。そしたら別の会社に行ったのに、10年経ったらまるで何かの悪い縁のようにね、もう一度自分が選ばれて行ってくれと言われた。うん だけどもうどうしても怖くて、まるで呼ばれてるみたいで行けなかったんだ。だから当日ドタキャンしちゃってごめんと。そしたらでも俺のせいだよと。俺が行かなかったら、あの、お前は大怪我をして一人はいなくなってしまった。うん、だから、俺ね、ちゃんと自分で責任を取るんで本当にごめんねって頭を下げられて病室を出て行って、結局先輩その病室を出たきり二度と自宅には帰らなかったんですね。<laughs> で、後輩がいなくなった後に先輩が姿を消したんで、もちろん警察とか事件性を疑うわけですけど、その二人はもうついぞ見つかることはなく。で、三峰さんはやっぱ確信があったんですね。先輩はきっとあのまま、あの、山に入ったんだ。はい。10年に二人のもう一人に、自分の代わりに身代わりの生贄人に会ってくれたんだと思って。結局三峰さんですね、もう、ものすごく、あの、怖くなったので、 山のあるところなんか行けないということで、うん、この仕事を辞めて都会に出て別の今仕事をしてるんですというところで私は知り合ったんですけども、でも、まあ、もう山にね、行くことはないと思う。だけれども、それでもね、もうあれから僕5年以上が経つんです。そうすると、その耳だと思いたいんですけど、街の中で歩いていても、どこかから、先輩三峰先輩っていう後輩の後藤さんの声が、 どこかから聞こえてくるんですよ。それがもう最近では頻繁に聞こえるようになって、もしもう10年目を迎える時になって、僕はいつまでこれに抵抗できるんだろう。もしかしたらもう一人連れてあの山に戻る時があるのかもしれませんね。その時は、お誘いしてもいいですか山ゆさんって言われた、そんな思い出の話です。 まあちょっとねなんかこう山ってやっぱり異界じゃないですかだからこう僕こうなんか少し山ってシンプルに異界なんでなんかこういう話ってやっぱいいですよねなんかね海とか山ってそうですけどまあまた山はね山は本んにま,まだなんか唯一僕らが,のこ僕らがなんかこう異界として認識する異界っていう感じで結構僕なんか異界にふと迷い込むみたいな話好きなんですけど 神隠しなんかザ・イカイじゃないですか。そうですよねで。あとはもう街中で歩いてると、裏路地を入った時に、急に知らないところに行くとかありますけど、えなんか、生活の中でふと見る異界みたいなのも好きなんですけど、この山のね、ザ・イカイ感は、僕の中で大,大好きなんで。ど,どうするんですか今度、山井さん、一緒にその、調査行きましょうって山に行って言われたら。10年目の時ですか。 いや、あの、ご一緒するのはいいんですけど、必ず僕ね、あの、もう、三人ぐらい誘ってます。<laughs> あの、あの、まあ、一人はじゃあもう三三さんで決まりなんだとしたら、あと一人は、あの、どうですかあの、僕と一緒に、あの、運命のルーレットをね、あの、回すつもりがある人は一緒にいかがですかっていうので、声をかけて一緒に行こうかな、みたいな感じで。あと僕ね、あの、 もう本当にぎっくり腰なんですよ、僕。率、はい、中なんですよ。えー、年一1年に1回とか、ひどい時に2回ぐらいになるんですよ。大変ですね。でね、左側で、ね僕ね、 こう言っちゃなんですけど、ぎっくり腰を引き起こせるんですよね、多分。無理やり。だから僕、本当にやばくなったら、あーんってやって、そのガクンって倒れます、もう。もう全然ダメ、もう。もう、もう、うっってやります。そ,そう、ね、最後の卑劣な技を使います。そうそうそう。いや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 セルフぎっくり腰で動かなくなる。セルフぎっくり腰。でも、そうなるとまたね、別の犠牲者がっていうことにもなってくるわけじゃないですか。 まあ、その方のことは僕が語り継いでいこうと思います。いや、なんかね、俺、最初そう気になってたんですよ。ずーっと話聞いて。うん、あのー、まあ、その先輩はやっぱりこう、もしかしたら一人生き延びたんだけれども、何か不思議な声を聞いて、今回自分でっていう、うん、まあ、道を選んでしまったわけですけども、最初、あの、10年ぐらいもうね、みんな入ってない、調査してないところに、うん 久しぶりにその近隣住民の人から調査してくれっていう声が入ってっていう。で、まあ調査することになったんだっていう時に、なんか、その近隣の方たち。まあ、もしかすると、あの、わかってたのかもしれないし。そうですね。あとは、まあもしかすると、まあ、変な話。それってもう地元の人に住んでるのでも、もう名信じゃないですか、なんか。 で、別に池になんか一度も捧げてなくて、まあ、年寄りはもしかしたら、信者いる人はいるかもしれないけど、若い人からしたら、多分信者もいなかったと思うんですよね。うん、僕の勝手な予想ですよ。言ったわけじゃないので。だからまあ、あの、で、時々行方不明になる人が出るっていうだけで、でもう、その前だって男の子とかじゃないですか、10年前とかだって。だからまあ、そういう事故ってあるわけで、だからあんまり深く考えないで、土砂崩れがしてきたから多分言ったんじゃないかと思うんですよ。シンプルに。 なんか、そんなにすごい悪意を込めたわけでもなく、でそこで二人消えてっていうのになって、もしかしたら、あの、その後また10年経って荒れてきて、もう一回言ってまた二人消えてってなったら、あの、次頼むときは本気の確信犯かもしれないですね。なんか <laughs> 怖い。<laughs> やっぱりそうやな山の神様みたいな存在って昔から言われてますけど、はい、やっぱ山ってそういう神隠しみたいな話って全国多いじゃないですか。うそうですね。だから、もしかしたら僕らが知らないだけで、その山だけではなく、各地にそういう山があって、知らずに足を踏み入れてしまった人が、うん。人柱になっていっていなくなってるってことがあるのかもしれないなと思っちゃいましたね。 なんかで私自身は、例えばこういう、よく僕言うんですけど、呪いのシステムみたいなのがあって、はい、こういうのって、じゃあ本当に神のなせる技かとか、あの、呪いがあるのかっていうのがあった時に、例えば、あの、お岩さんなんかでも、四谷階段も本当はお岩さんあんな人ではなくても、はいはい、結局、あの信仰があるんで、行った人は顔が腫れたりとかするじゃないですか、うん、お参りしないでやったら。 あれって多分、僕の勝手な解釈ですよ。みんなが、こういうもんなんだと、人間の思いが、念がこもって作り上げてる、要は僕たちの気持ちで作り上げてる呪いなのかなと思って思うです。なるほど。うん、うん。だからもう、この三角信仰みたいなものなんて、そもそも、中のものと外から来るもので、外から来るのを、神扱いすらくマレびトって呼んで、もう、明確な境界線があるわけで、この完全に、悲願と志願をこう分けたような信仰そのものが、 山の神がいるいない別にしても、そもそも人間が作ってきた信仰がそもそも一つの呪いになってるのかなって僕は思ってます、ね。だからこの信仰が消えない限り、あの永久に残り続ける呪いってあるんじゃないのかなと思って。 でも、山って僕らはみんなこういう話を聞くと、で、暗い山を見て、霧が立ち込めるのを見たときに、いや、嘘くせえよと言いながらも目の前で見たらみんなあるかもって思うわけですよ。思いますね。行ったことある人って。うん。だからこの気持ちが常に、あの、僕たちがかけた、あの、信仰や呪いをずっと作り続けてるのかなっていう気も、なんとなくしてるっていう。ってなるとね、明かりなんかがなかった、もう江戸時代、はい、もっと言うと平安時代なんていうのは、もうもっとそういう気持ちが人たちは、 自然に対して思ってたわけじゃないですか。そうですね。そうなるとそういった、まあ結局僕らが生み出してる人間を生み出した呪いっていうのはすごい今以上に効力を発揮してたのかもしれないですよね。うん、そうです。と思いますけど、ね、あとなんで僕が人間が作った呪いかと思うと、山の神様がいるんだとしたら、まあでもね、神様の信仰も人間が結構作ってますから、本物の神様だったらいいですよ。人間のことなんか一切考えない。あ,<ー>あの、ルールなんか抜きにして、 食べます、多分。食べるか連れてきます。<laughs> だから、この、明確にルールがあるのって基本、呪いの基本なんですよね。なるほど。あの、ちょうどよく破りそうなシステムがあって、これを破ったらっていうところが、シンプルな呪いが、でも、その心理的なものを超えると、呪いがかかるようになっている。まあ、本人たちもかかった気になるっていうのがあるんだと僕は思ってるんですよね。 確かにルールありますね。だからこのルールが明確にあるところがやっぱ人の作ったの、神というよりも人の作った呪いなのかな、みたいなところを僕はするっていうのですかね。でなんかそのルール破っちゃった瞬間に少し自分の心が弱くなるっていうか。うん、まあそうあしまったみたいな隙が生まれるんですよね。そういうことなのかな、と思います。はい いや、面白いなぁ。だからもうね、山祐さんも天王を超えて今神様って言われてるわけじゃないですか。<laughs> ねえ<ー>。ちょっと、本当に、あ、一回、あの、僕、巻き戻してみていいですかその、<laughs> そのくらいがあったかどうか。ちょっと巻き戻してやめてもらってもいいですか <laughs> すぐあの、バレちゃうんで。<laughs> はい。いやー、すげえな、やっぱり。でもこの長尺、やっぱりこの早口で、でも全部引き取れて、で、すこの、このね、こっちが質問なんか投げかける暇がないぐらい、全部こう、 気になることを全部こう、解消し書からい話してくれて、最後もうスパンえ、こっち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 かーいっていう、いやー、すげーっすねもう、この、島田周平さんの最高のリアクション、さすがです。やめていもう、本当に。じゃ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 もう皆さんぜひね、あの、ご本もたくさんね、出版されますし、今、発売になったばかり、はい、こちら、漫画ですね。はい。はい、演談用話。 え、コミックス三巻島田周平さんが OB もね、コメントいただいておりますので、<laughs> ぜひ、読んでいただければ、この中にも、完全にこう私のお箱の、まさに山の話っていのが入ってますんで、はい、それもぜひぜひね、見ていただければと思っております。はい、お願いいたします。すべて情報ですね、ールの方に貼っておきます。そして X の方見てですね、山さその活動を、ぜひ皆さん、追っていただきたいと思います。というわけで、階段階道 <laughs> もうね、あ、あのー、本当に、とりあえず受け入れとくんで、一回帝王でもうやってもらっていいですか<日>すみません。あの、ああ <もう S 1> 本人からもお墨付き、ね、本人からももうお聞き下さいに出ましたんで、<laughs> はっきり言わせていただきます。会談会の帝王、山優さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すげえかったっすね。うん、先輩たちから、はい、 お前最近、帝王って名乗ってんだってって言われて、いや、違いますよ、あれは。お階段巡りでって言って、だんだんですね、変な浸透の仕方をして、今から、お階段巡りからね、本当に人気なのね、素晴らしいコンテンツだここから見てくださった方って多いんですよ。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。で階段ファンでねで、現場に来てくださって、すっごくですね、だからもうそのままの気持ちで受け止めてるんで、初耳階段とか、あとこのチャンネルで受け止めてるんで、まっすぐな目で、 ておーっていう、お客さんとかいて、<laughs> もう本当にいいもう最、最悪ですよ、もう本当に。あの、い<や>ああいう時のもう共演<う>者の顔も、もうあの、<laughs> 本当にもうみんな悪い顔して、あらあらってがうよ、ってうのこと思い出すよ、<laughs> みたいな感じ。思ってない。ただね、会、ま、談、あのイベントだと、まあ、みんなもね、山内さんのことも知ってるからわかるんだけども、街で、全く関係ないところで、ておーとか言われたらちょっと、いや,いや、もうイベントでも十分、あれですよ。なんかもうちょっと、その、その 感じもちょっともうなんかみんないじり気味でやってる雰囲気すらなく本当に地方から来たあの親子親子のファンとかがもうあのすごくまっすぐな目で「帝王!」とか呼んたりとかするともうあのちょ,ちょっとおかしい空だってあのすごいのがだって3年前まではまあ会談会のキングと言われたとかね <laughs> そこからまあ帝王になったわけでこの4月から覇「覇王」「覇王」になるわけですもんね。<laughs> 払おうと自分で名乗ってこうとされてるわけですよ、ね。あの本当に全くあのい今までのいろんな話って下地があるんですけど、うん、全くないとかいとびっくりします。 あのも帝王と波王がどっちが偉いのか分かんないけど、若干帝王の方が位が上の気がしますね。分からないですけどね。<あ>もうなんかもう言いぐれ起こしちゃってね。<laughs> いや、でも確かにね、もう素晴らしい。もうみんな、もう誰もが認める、まあ帝王って僕間違いないと思うんですけど、山内さん素晴らしいのがね、帝王っていう異名もありつつですね、他にも異名をお持ちなんですよね。 僕の異名ですか、はい、あの、え本当に、はい、ありましたなんか、なんかあの、キャラクターの、なんか名前をもじった異名とかありませんでしたっけ <laughs> あみんなに似てるって言われるのは、はい、丸顔なんで、アンパンマンと機関車トーマスに似てるって言われますね。うんうん、だから、でも一番よく言われるのは、ジャークなアンパンマンパママと闇落ち機関車トーマス <laughs> <laughs> いや、これ最高なんですよ。 邪悪なアンパンマン。なんかわかるし、うん、闇落ち機関車トーマスね。そう。しかもこれがですね、まあな、なんていうのかな、あの、まあ、感想とか書く方とかも、まあ、 最近だと、割と僕皆さんをこうなんか見てくれると、ええ、たまにエゴさせていいねとか押すんで、ええ、あ、見られちゃうかもと思うかもしれないですけど、昔はですね、本当にただシンプルな感想で、だから僕に見てもらって感想を届けるってことじゃなくて、<え>だからもう呼び名も山湯になってるわけですよ。なんか、いやー今日の山湯なんかアンパンマンみたいな顔してジャークな話してたな、みたいなとか書いてあったりとかして、普通に褒められてるんだかどうかそれはもうわかんないんですけど、<laughs> 少しずつ国民的なね、子供の大人気で、 たものを絡めて、巻き込みながら、僕のことを言うのは良くないと思って。ますいや、でも素晴らしいですよね、邪悪なアンパンマン、闇落ち、機関車トーマス。あともう一個ありましたもんね、うん、ええー、裏社会山田孝之っていうね。裏 <laughs> 社会山田孝之もありますよ、それちゃんと忘れないで、本当に。はい。それも、あの含めて、全部いろんなものを巻き込みながら、なんか事故に。<laughs> で、結局、こういうこと言われるから僕は、あの、帝王と呼ばれることで、あ、バンジで <laughs> あちゃあ帝王で結構ですって言われたんですか <laughs> まだ帝王だったらいいかっていう、もう、わけのわかんない妥協が生まれてるわけですよね。そう,そう、そう,そ,うそういうことです。いや、でもね、素晴らしいんです。あですまあ、山井さんですね、あの、まあ、3月から、はい、フリーにもなられて。実はそうなんです。ずっと勤めてた出版社を辞めまして。まあ、もともと出版社社も私何個も記者とか転職してたんで、うんうん、今のところも、まあ、転職では入ってるんですけど、一番長くお世話になったんで。 もう山湯節が漫画になってるんで、もちろんね、絵もあるし、でもう本当にね、入り込みやすいしっていうので、でやっぱり山湯さんの階段ですから、話がね、終わった、怖かったの後、もう一個、もう一個、さらにもう一個ぐらいのこう大どんでん返しが続くっていう、うん、めちゃめちゃ怖い話入ってるんで、読んでいただきたいですね。そうですね。で、そんな山湯さんの漫画のもう力作で帯書かせていただくってなったから、はい、僕多分、5つか6つぐらい、 あの、出させていただいたんですよ。はい。まあ、本当帝王がお送りする内容とかね、結構なんか自分なりのこうね、考えた文章を5つか6つ書かせていただいた中の最後の最後に、まあまあ、こんなんもありかなと思った、まあ、一応手相やってるんで、はい。え、これを読んだ人にはきっとこんな手相が恐怖で今夜眠れませんっていう。はい。何採用してんだよっていう。これね、もう本当に担当編集者が、 やっぱりあの、島田周平さんらしいって言ったらこれですねって言ってね、僕もそうだと思います。漫画家さんも含めて、あの、三人の意見がそのまま一致したちぇ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 、それちょっと悪意ありますよね。<な>だって、あの、ずーっとこれだから本屋店頭で、ね、僕がずーっと滑ってる状態になってるみたいな。そんなことないです。あとね、大事なのは、はい、やっぱり島田周平さん、帝王って書いてくれたじゃないですか。はい、でも、小学館の編集部から見れば、一般的に知って、皆さんが知ってる僕のことなんか知らない方に、島田周平さんのやっぱりある意味顔で、あの、見てもらうと、 島田秀平さんんが進めてるんだと思って手に取からもうあの、帝王って誰だみたいな。あだから、え、帝王なのこのおじさん。島田周平さんが帝王なのかなみたいな感じで。だから、要は、文章を読んだら、はい、島田周平さんが帝王に読めちゃうってパッと見なんか。だから、階段階の帝王が進める番これになっちゃうみたいなので、ちょっとピンとこないからって言ったら、 って言ってるから、まあ大体そんなことばっかりで、しばらく言も <laughs> 帝王やめとかべる、全部帝王でなんかいじってくるんですけど、最後に一個、本当に島田修くさんらしいのが一個あったんで、これだよってみんなで言って、<laughs> いや、ちょっと恥ずかしいですがね。本当に前向きな気持ち、でもめちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとうございましたいやいやいや。あの、本当皆さん、あの、いろいろね、全然長くなってしまいましたけど、<laughs> はい、こちらも大好評で、もう3巻です。はい これがね、発売になったばかりで、はい、またこの後4巻、5巻と続いていくんですけどもね、本当に漫画になっていまして、めちゃくちゃ怖くて読みやすいですからね、ちょっと本当にお手に取っていただきたいと思います。すあと一個大事なこと言うと、はい、この帯で言えば、なんとですね、本って帯が最初に吸った時しかつかないんです。増冊したらもうつかないんです、うん、本って帯が。はい、だから、島田秀平さんの帯付きの漫画を変えるのは最初の時だけです。次からはもう変えません。だから、 後でいいやと思わないで、ぜひね、最初にしばらしさんのお手元に残しておいてほしいです。意外とこれが貴重になったりしますから、後でもう手に入らないんで。ああ、そっか、そうですね。そうですよ、ね。で、ね、このね、おごとのね、本がいったら、あなたの部屋で僕がず、 と、あの、軽すべりしてるっていうね。<laughs> 恥ずかしいんですよ。皆様だから読んだ後に、柴田周平さんに、まだはね、怖くて眠れません、出ませんよって言って <laughs>。<laughs> 最悪。最悪。でも本当にね、皆さん手を取っていただきたいと思います。ありがとうございます。でもそれ以外もね、本当たくさん、あの、本、出版予定でありますし、はい、あと、ね、イベントもありますし、はい、ね、なんかね、いろいろとセール的に。 新しい活動もね始まってきた話も聞いてますんで、はい、ぜひあの「X」概要欄貼っておきますので是非、はい、さんの行動ね、えー、活動の方ですね、えー、応援していただきたいと思いますお願いいたします,ますよろししくお願いしますさあ今回ですね本当に嬉しい方そして嬉しいお土産を持ってですね来てくださいました。 水沢孝隆さんですお願いいたします。はい、水沢孝隆です。よろしくお願いします。長野からね、はい、来てくださって、で人前で話すとかもね全然経験がないのに、ご自身の体験談、これがですね幽霊にインタビューをしたというねお話で、もうあれがもう僕もずっと前のめりで、はい、もうこれ神回だと、はい、もう本当に怪談師のね歴史を 変えるような、これ、とんでもない話ですね、なんていうことで、はい、あそうだ、すみません、あの忘れる前に、はい、やらせていただきましたけども、はい島田秀平のお階段巡り2023アワードで、えー、まさに階段誌の歴史を変えたでしょうはい受賞ということで、はいおめでとうございます。どうもありがとうございます。<laughs> すみません。どうもありがとうございます。賞の方も送らせていただいた、<laughs> はい、はい、この水沢隆弘さんですが、なんとですね、本になりました すごいっすね,ねあのおかげさまであのこちらでお話をさせていただいたあの幽霊インタビューという話が本当にこういろんな方からねこれは何かの形で、えー、形として残しておくべきだっていうふうにすごい言われたんでちょっと僕も頑張ってじゃあちょっと本にしてみようかなということで、えー、去年の秋ぐらいから。 ちょっとずつちょっとずつ書いてこの度やっと発売にこぎつけたというところになりますマジで嬉しいですよいや本当にありがとうございますあの皆さん、はい、ぜひまたねご覧いただきたいんですがその時ね1年前の幽霊にインタビューをした男あのガイラー貼っておきますがその時もね30分ぐらいのね長尺の話だったんですが実はあれほんは一部で 本当はもう話しっかりすると2時間半ぐらいあるボリュームだったわけですよね。そうですね。あの前回のお話ではちょっとあの話しきれなかった部分っていうのがあって。僕はあの正直この1年間ずっともや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 ,もや <laughs> してたんですね。その思いを全部あのこちらの本に詰め込んで。で、えー、それをえっとまたお買いだめぐもちょっとお話をさせていただければなと思って、今日やってまいりました。はい。タイトルが幽霊インタビュー。 完全版となっておりますそしてなんと今日3月13日今日が発売となっておりますこれ今もちろん概要欄貼っておきますからねご興味ある方すぐにねご購入いただけるんですけどもあのもちろんこう紙のね 本もあれば、はいはい、電子書籍の方もあるということでうで電子書籍の場合はもう以前からこう予約購入っていう形はできるんですけれどもあのペーパーバック版っていうのはあの紙の本なんですけどそれはあの今日の3月の13日からいよいよあの購入できるアマゾンの方で購入できるようになっておりますので。本当に目かから鱗というか やっぱりこの,、ね、あのチャンネルをご覧の皆さんっていろんなこう幽霊に対する疑問あると思うんですけどそこをねこと細かにね幽霊に実際にインタビューをしてくれておりまして <laughs> その答えがマーフに落ちるんですよね、はい、何かそのいろんな疑問が解決していくような本当に人間で亡くなったらこうなるのかなっていうそういうようなお話で是非ちょっと皆さんねご購入いただいて。 しっかりこうね読んでいただきたいと思いますそしてあのありがとうございます、はい、嬉しいことにねあの帯の方も私島田秀平書かせていただきまして、はい、どうもありがとうございました聞きましたら、はい、お仲間皆さんで<っ>本のお渡し会、はい、あそうですね本のお渡し会というかあの本を購入していただいた方たちをまあ 集めましてこの本の発売から1ヶ月後の4月の13日という日に両国のコミューン会というところでサイン会を計画してくれてる仲間たちがおりましてえぜひまたそれも詳細決まりましたら X とかでどんどん情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いししまますすおお願願いいいいたた本当にします。 さあもうまずはね皆さんに本当に知っていただきたいねお知らせはいしていただきましたけどもまあねえ今本が発売になってもうすごく絶好調という水沢さん、はい、今日ねお話をしていただくんですけども今日なんかひとはいしかもなんかかなり。 えげつないいいい話をなんかお持ちたたただいたって聞いたんですけど <laughs>、はい、えあのこの話っていうのは僕,あの僕の実体験になるんですけどあんまりこれまで人前でで語っってこななかったお話なんですよで唯一え話したのがあの別の,の YouTube さんの、えー、番組での「怪奇スナック竹千代さん」っていうやっぱあの怪談師さんを集めて「えー、みんなの怪談」を聞くっていうチャンネルがあるんですけれどもそこでゲストで呼ばれた時にちょっと大変あの反響がありましたんでこちらでも フルバージョンをお話しさせていただこうかと思いましてすごくないですか長野で普通に生体をやれたい方が、はい、もう普通に階段チャンネルからゲストに呼ばれたりしている、ねはい、本当にすごい方なんですけどもじゃ今日は実体験のひとこわ話、はいはい、皆さん心の準備ね、えー、してですねしっかりと聞いていただきたいと思います僕もちょっとどんな話かわからないので怖いんですけどもではお願いいたします、はい、よろしくお願いします えっと僕あ,のあんまり人怖ってね語ったことがないんでうまく語らなかったら申し訳ないんで先にえっと謝っておくんですけれどもはいえっとまずですね僕がまだあの20代前半だった頃に勤めておりましたあのアルバイト先で体験をした実体験になるんですけれどもでその職場っていうのがあの本当に僕と年齢も近い仲間たちがたくさん集まっておりましてでえその中でもこう一番の年長者だった牧瀬さん という方が店長さんだったんですね男性の方ですね男性のだいたいあのスタッフ仲間たちは22、3歳平均年齢だったんですけどその牧瀬さんという方は35、6歳ぐらいだったんじゃないかなってちょっと記憶はしてるんですけれどもちょっとお兄さん的な感じなんです,、ね、んですはい。え、この牧瀬さんという方が今俗に言うところのすごい兄貴分派だうん、うん、え。 ね、ののてっていううでしょかね人で本んにこう例えばあの会社がお店が休みになるとあの店長の車にみんな乗せてあちこち遊びに連れてってもらったりとか、えー、えと僕もあの店長に、ね、心霊スポットに連れてってもらったっていう思い出があるんですけれども、はい、であと業務中なんかはスタッフ全員分の,あのお菓子やジュースなんか買ってきて。えーうん お,俺お客さん見てるからお前たちみんなで一服行ってこいよなんて言ってね<ー>あの声をかけてくれたりとかあとね1時間にいっぺんトイレチェックっていうあの業務があったんですけれどもあの男子トイレ女子トイレあのトイレットペーパーが切れていないかとかあとあのお手洗いが汚されていないかとかでそういうチェックがあったんですけどあの 俺トイレチェック行ってくるからお前たちお客さん頼むななんて言ってそんな汚れ仕事も店長さんんが率先してててやってくれていたんです、ね、んすすねねごい人格者ででもう極めつけはあの本当は、えー、とダメなことだと思うんですけどあのお店が閉店してからあの30分ぐらいのお店のお掃除をするっていう業務があったんですけど、えー、と次の日に早番で朝早いスタッフがいたりするとそのスタッフのとここそこそっと来て。 おい前明日早晩だろと「俺タイムカードを押しといてやるからお前上がっていいぞ」って言ってその人に代わって店長さんがお店のお掃除をしてその人のタイムカードを押して帰ってくれたりとかそんなことしてたんですね。もちろんダメだと思うんですけれどもう、はい、もうだいぶ前のお話なので、はいはい、本当に僕たちはねその店長さんにも甘えっぱなしだったんですね。スタッフ同士が集まると本当に、ね、楽しい仲間たち いい上司いい職場にも恵まれて本当に良かったねなんて噂はしていたんですけれどもこっち、ま、ごめんなさあのな、はい、何のお店っおっしゃってましたっけそこの、えー、あったお話なんですけれども、はい、実はですね、えー、事件はある日突然起こったんですははい。はい。その日の勤務が、えー、今お話ししました牧瀬店長 でえー、そして僕であとねヤンキー上がりの聡くんっていう男の子 <laughs>、はいはい、であと女の子のサオリちゃんの4人だったんですね。店長と僕ととと僕ヤンキーのののあ女子ちゃんとで、えー、と初めのうちは特に何の問題もなく、えー、と普通にこう業務をこなしていたんですけれどもある時間帯の休憩を挟んで。 帰ってきたこうサオリちゃんの様子がおかしかったんですね。うん、顔色もだいぶ悪くて唇なんかちょっと青紫色っぽくなっててガタ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 震えてるんですよ。うん、でそんなサオリちゃんの様子に気づいた僕とさとし君がおいなんかサオリちゃん様子おかしくね。お前どうしたか聞いてこいよ。って いやお前がいけよなんて、ね、男二人で沙織 <laughs> ちゃんの後ろでこそ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 話をしてたんですね。でそういう時のちょっとあのヤンキーの頼りない子だったらありゃしないんですけれども <laughs> 意外とねこのとし君っていう子は本当にお行儀の悪いお客さんが来たりすると「てめえら何やってんだよ」なんつってガツガツ言ってガツンと注意するようなほんなスタッフだったんだけど。 今にも泣き出しちゃいそうな女の子にはなんて声をかけていいかわかんないって言うんですね。<laughs> なので、えー、沙織ちゃんには僕が、えー、声をかけることになりまして、沙織ちゃんの隣に行きました。はい。どうしたの大丈夫って聞いてみたら突然しゃがみ込んで泣いちゃったんですね。はい。でもびっくりしたんですけど、その様子を見た里志く君慌てて、えー、駆け寄ってきまして、おい大丈夫かって声をかけてきたんですけれども、 それからまあ数分経って少しサオリちゃんが落ち着いたところで改めてサオリちゃんどうしたのって聞き直してみたんですね。そしたらサオリちゃんがねポツリポツリと話を始めたんですけれども、はい、実は今日私生理なんですと、ああはい。で前の休憩で、えー、お手洗いに入って、えー、女性用品を取り替えたと。で今の休憩の時にも女子トイレに行ったんだけれども。 先の休憩で捨てててたはずの私のの私女性用品がトイレのお物入れからなくなくっっいるっていうんですね、うん、それを聞いた僕も聡くんもあそれならゴミとしてまとめられて、ね、可燃物のゴミ箱に捨てられているんじゃないのって思ったんですけどおり、ね、ちゃんももちろん真っ先にそう思って、えー、と可燃物のゴミ捨て場確認したそうなんですするとやっぱそこにはもう捨てられていなかったそうなんですよね。うんじゃあ トイレチェックをしてくれたのはあの牧瀬店長だと、うん、じゃあ店長に聞いてみたらどうかって話になったんですけれども突然沙織ちゃんがダメーって大きい声出したんですよ、はい、で僕もサトシ君もビクッとしたんですけど沙織ちゃんが言うには牧瀬店長が怪しいんですって言うんですよね、えー、でそれを聞いてもまさに僕もサトシ君も同じ反応でしたえー？ポカーンとしてたんですけれども、はい 実はトイレのお物入れに捨てたと思っていた女性用品がなくなったのはこれが初めてじゃないんですって言うんです。で、今までも何度か同じようなことがあって、その時はあの自分の思い違いかなと考えすぎかなと思ってたんだけれども、今日のは、えー、特に気をつけていたので絶対に違いますと言うんですね。さらにサオリちゃんが話を続けるんですけれども、 いつも店長が一人で残ってお店のお掃除をしてくれているので申し訳ないと思っていたと。である日一回帰ろうと思ったんだけれども一回またお店に戻って店長と一緒にお掃除をしようと思ったそうなんですね。で、うん、お店に帰ってきたんだけれどもお店にいるはずの店長がどこを探しててもいないなって言うんですよでお店のあちこち探してもいないんで最後にね女子トイレを開けてみたそうなんです。すると あのもうお客さんも他のスタッフもいない店長だけのお店なのになぜか女子トイレの個室がが閉まって鍵がかかったってて鍵かかた言うんですよなので店長その中で何をやってたかは分かんないんですけれどもそれを見た沙織ちゃん怖くなって何も声をかけずにお店を後にしたっていうんですよね。はい、でそれを聞いた僕も聡く君も「いやまさか店長がね」とそんなことするかなって半信半疑で話を聞いてたらもう沙織ちゃん泣きながら。 もう私今日でバイト辞めますって言い出しちゃうんですよね。うん、で、さおちゃんの言うことも信じてあげたいし、えー、店長にはもういつもお世話になっているし、もうなんて声をかけていいのかが分からなくて、僕もさとし君もしばらく黙ってたんですよ。はい。そしたらさとし君が重い口を開いたんですね。はい。じゃあ店長のロッカー開けてみようぜってなったんです。<ー> <laughs> はい。はい。僕たち三人は。 従業員控え室にはスタッフに一つずつのロッカーが与えられてるんですけど怖い怖い怖いはい扉がついてまして、ええ、で鍵もかけられるんですけど誰も鍵かけてないんで誰でもこう自由に開け閉めできるんですよねで僕たちは3人並んで店長のロッカーの前に立ちましたで聡くんが代表して店長のロッカーに手をかけてバーンっ開けたんです、ね、はい。 したら中に黒い革の手提げカバンが入っていたんです。それを両手で掴んでズルズルズルっと引っ張り出してきて、どさって床に下ろします。で、さとし君床にしゃがんで。カバンのチャックに手をかけて無言で僕のところを見るんですよね。もうその目は開けるぞっていう目で僕を見てくるんで、もう僕もえー、特に言葉を発することはなく、無言でうなずきまして。 よし開けろと <laughs> その合図を待って聡くんビーッとカバンのチャックを開けましたでカバンの口に両手をかけてガバッて開いたんですねそしたら中に女子トイレのの黒いおぶつ入入れのビニール袋が入ってたんですそれを見た沙織ちゃんはもうその場にしゃがみ込んじゃうし聡くんはもうその店長のカバンの中に入ってた黒いビニール袋をつかんで「店長どこ行った!」ってぶち切れてるんですよ。で えー、サトシ君そのまま休憩室飛び出してっっちゃったんですねで、えー、僕はそこで座り込んじゃってるサオリちゃんをとりあえず休憩室の椅子に座らせてで床にそのままになってる店長のカバンのチャックをそーっと閉めてねそーっと何もなかったかのように店長のロッカーに戻してと扉を閉めてで僕はあの飛び出してった聡くんの後を追いかけていったんですよで、えー。追いかけてきましたらサトシ君、ね、お店の 中ををうろ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 店長を探してて歩いてるんですその時間帯たまたま店長は店の中にいなくて、はい、なので僕はすぐ聡くんを呼び止めて「もうじきね店長帰ってくるだろうから少しフロントで待ってようよ」って言ってななだめがら連れてきたんですよねそしたら店の入り口の方から店長がトコ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 とこちらに歩いてくるのが見えたんで「あ店長だ」って僕が言うのと同時に聡くんフロント乗り越えて。 店長の元とにモ,モダッシュで行くんですよ。はい、で、店長の元に駆け寄った。さとし君を持ってた。あの黒いビニール袋を店長の足元にバーンって叩きつけててめえ。これどういうことだよ。なんて言って店長に怒鳴りつけてるんですね。で、店長もえー、っと最初は何のことだかさっぱりわかんない感じでキョトンとしてたんですけど、床にこう叩きつけられた。黒いビニール袋を見て全てを悟ったんでしょうね。どんどんこう顔が赤くなってきて。はい 人のカバン勝手に開けたのかっつってもうそこで2人で言い合いになってるんですよ。あこれやばいと思って僕も慌ててフロントから飛び出してって2人の間に割って入ってね「いや店長これどういうことですか?」とちょっと説明してくださいって言ったら店長はいやこれは後で捨てようと思ったんだよって <laughs> 苦しいまれの言い訳を始めるんですね。 いつの間にかあの休憩室からあの沙織ちゃんが出てきてまして店長のその言い訳を聞いてるんですねそしたら沙織ちゃん「今日だけじゃないでしょう」って言って店長に怒鳴りつけてもう泣き出しちゃってるんですよすると沙織ちゃんちょっと過呼吸っぽくなっちゃいましてあもうこりゃダメだなと思ったもんで沙織ちゃんに「今日はもういいから帰りな」って言って帰らせましたでその後もね店長と僕と聡くんの3人でああだこうだ話をしながら仕事はしてたんですけれども営業中だったんで でももうさとし君とねずっと店長やり合っててこれもう拉致が開かないなと思ったんで、うん、わかりましたとじゃあもうこんなになっちゃったんで収支つかないんでえっとマネージャーに連絡しましょうって僕は言ったんですよはいまあ、マネージャーっていうのはあの社員さんでもあの偉い人そうですよね<え>統括されてるっていうねう店長よりも少し上の立場の方ですよねす、はい、マネージャーに連絡しましょうって言ったらついさっきまで店長とさとし君でやり合ってたのにその矛先が今度僕の方に来て なあ頼むから「言わないでくれよお願いだから言わないでくれよ」って僕に今度すなってくるんですよねわちょっとなんか気持ち悪いなと思ったんですけどいやもう沙織ちゃんもね早退しちゃったしこんなになっちゃってるんでさすがにちょっと会社に言わないわけにはいかないんで連絡しますねって言ってその後何回かマネージャーに電話するんですけどその日に限って全然つながんないんですよ。はあ なので、えー、その後は、えー、店長と、えー、僕とサトシ君でお店を回してたんですけれどもいつの間にか店長がお店からいなくなっちゃったんですよね。ええ、で僕とサトシ君で店長逃げたななんてねこう噂はしてたんですけれどもはい、はい、結局その日はもう店長お店に帰ってくることはなく、ええ、あの僕とサトシ君二人でお店を閉めたんです。はい、で帰宅したんですけれども。 これは、ね、後日さおりちゃんから聞いた話になるんですけど何ですか <laughs> 体調悪くなって家に帰ったさおりちゃんは、えっと、自宅でででちょっとベッドで休んでたそうなんですよね、うん、そしたらお父さんが「さおり会社から電話だよ」って呼んでくれたそうなんで、えっと、僕か聡くんがね心配して電話をかけてくれたのか早退しちゃったんであのマネージャーが電話をくれたのかと思って普通に「はいもしもし」って電話口に出たそうなんです。そしたら電話の相手が あの沙織ちゃんの後を追いかけて店舗を抜け出した店長だった写真ですけれども電話口の店長は僕に言ってきたみたいになあ頼むから言わないでくれよお願いだから言わないでくれよって言ってるそうなんですよ。で最初のうちは「嫌です絶対に言います駄目です必ず報告します」って受け答えしてたんですけど最終的には今「今お前の家の近くの公衆電話にいるから ちょっと話があるんで出てきてくれないかって言うんですね。いやそれ怖いですよね。ねうわ気持ち悪いと思っても何も言わず慌てて電話を切ったそうなんですけれども、その後も具合悪くてねベッドに横になってたそうなんですが、あのさおりちゃんの家って一軒家だったそうなんですよ。で家の周りが砂利敷きになってまして誰かが歩くと音がするそうなんですよね。はい、でその日の夜砂利砂利 誰かが歩いてるお仕事で目が覚めたそうで,で時々道路を走るこう車のヘッドライトに庭を歩く者の姿がこうシルエットとしてカーテンに映し出されたそうなんですけどそのシルエットがまさにあのか下げカバンを持っっったた店長だったっていうんですねそれを見たもう沙織ちゃんキャーってもう悲鳴を上げて慌ててご両親のところに逃げ込んだそうなんですけど。 で理由を聞いた両親は、えっと、玄関先から、えっと、ビニール傘とゴルフクラブを持って、ねうん、家の周り確認したんですけどもうその時にはは怪しいもののの姿ななかったそそうなんですねその翌日の勤務ですは昨日と同じ、えー、牧瀬店長で僕でヤンキーのく君で女の子の沙織ちゃんの4人だったんですけど沙織ちゃんは昨日の一件があったんで今日は体調不良のためお休みしますと。 いう連絡が入ってましたで先にあの店に到着した、えー、僕とサトシ君でなあ今日店長来るかななんて噂をしてたんですね、うん、そうしたら店長出勤してきたんですね、はい、でもう昨日一睡もできなかったんでしょうねもう目の下にこうバッチーンとクマを作ってもう顔なんか真っ白なんですよでなんか薬でもやってんじゃないかっていうくらい フラ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 しながらお店の中に入ってくるんですよねてて、うん、フロントに僕と里志く君立ってたんですけど僕たちの目の前をちらりとも見ずに無言で通り過ぎまして休憩室の中に入ってったんですね、うん、で、休憩室の中に入った店長は待てども待てども出てこないんですよ、はい、で、なあ店長遅くねって里志く君と話をしてたら まあだいたいに三十分ほどしてやっと店長出てきたんですね。出てきたよかった。はい、<laughs> 出てきたんですね。で出勤してきた時と同じようにまたふら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 しながらまたお店の外に出てっちゃったんですよ。あいつ絶対なんかやってただろうってもうサトシ君あいつ呼ばれるてたんですよね。<laughs> なので僕とサトシ君は休憩室の中を確認することにしました。で二、えー、人してね休憩室に移動しましてあちこち見て回ったんですけど特に異常なおかしいところはなかったんですよ。 さとしそれでも気が済まなかったんでしょうね店長のロッカーをおもむらにバーンって開けて、うん、でそれを見た僕はいや今日は別に開けなくてもいいだろうって思ったんですけれども声をかけるよりも先に店長の黒いカバンに手をかけてまたズルズルズルって引っ張り出してきてドサッて床に下ろすんですよ。でその場にしゃがんで、えー、カバンのチャックに手をかけてねまた無言で僕の方を見てくるんですよね。<laughs> <laughs> もうその目は開けるぞっていうでもうも僕もしょうがねえなと思ったんですけどよし開けろと目で合図を送ったらサトくんビーッとカバンのチャックを開けましたで両手でこうカバンの口に、えー、っと手をかけて左右にガバッと開いた瞬間僕もサトくんもゾーッとしたんですけどえー、何店長のカバンの中には刃渡りに三3 0ンチほどあるサバイバルナイフが入ってたんです。 とあと荷造りの時に使う白いロープと粘着テープであと何の薬か分かんないんですけど絶対に海外から仕入れただろうっていうようなこれくらいのちっちゃい透明な小瓶に入った白い粉末状の薬品ですね。で何よりもちょっと不思議だったのがこのキャップあるじゃないですかそこのキャップのところが薬品が漏れ出さないようにもう何重にもこうテープが巻いてあるんですよ。 これはもう絶対にや,ばいやつだともう僕も聡くんも直感で思ったんで早くね店長のチャックを元に戻して元にあのカバンを戻そうと思った瞬間ガチャって扉が開いたんですよ <laughs> 休憩室の。で休憩室の扉が開くと同時に「お前たち何やってる?」って声をかけられたんですけれども僕と聡くんあ終わったって思ったんですね。で、恐る恐るるるる声をする方に振り返ってみると そこには店長じゃなくて昨日連絡がつかなかったマネージャーが立ってたんですね、はあ、で、えー、始業開始時刻になってもお店にスタッフ誰もいなかったんであいつら何やってんだってことで休憩室まで見に来たそうなんですけれどももう僕とサトシ君そのマネージャーを見た瞬間にもう安心しちゃってその場に座り込んじゃったんですよね、はい、そしたらマネージャーがおいどうした大丈夫かって逆に心配して声をかけてくれたんですけど えとりあえずマネージャーに今店長のこのカバンの中に入っていたものを見せました、うん、で昨日会ったことをすべて説明したら、はい、えっと最初のうちはマネージャーは静かに話を聞いてくれていたんですけどどん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 顔が険しくなってきて「マキセはどこ行ったったて言うんですね、うん、店長は朝出勤してきたっきり僕たちは見ていません」って言うと「おおそうかとお前たちよく話してくれたな」って言って店長のカバンを持って。 でマネージャーは休憩室を出てったんですよね。で、えー、その日以降店長はお店に出勤してくるっていうことはなかったんです。<え>はい。で、えー、一番の被害者だったあの、えー、女の子の沙織ちゃんはえー、っとマネージャーがうまく説得してくれてでそのままあの会社辞めることもなくしばらくあの僕たちとまた一緒にお仕事はできたんですけれどもでも、えー、僕もねあの店長のこと すごいある日ねあのマネージャーに聞いてみたことがあったんです、ねはいはい、あの店長どうしたんですか?」って言ったら本人の希望によりあの日付であの退職することになったとそれしかあの聞かされてはいなかったんですけどまあなんせ狭い街だったんでいつかどこかでねまたあの店長に会うこともあるだろうって思ってたんです。 だけれどもあの僕を含む、えー、当時の,あの牧瀬店長のことを知る僕の仲間たちも誰一人としてその後の牧瀬店長を見たとか牧瀬店長にっったっていいいう人がいないんですよもしもあの日、えー、今近くの公衆電話まで来てるから出てきてくれないかっていう誘いに沙織ちゃんが乗ってしまっていたらその次の日。 店長が持ち込んだ危険物に気づかずに、気かず僕も聡くんも普通に仕事をしてしまっていたらもしかしたら、えー、僕はね、えー、今日こうしてここでこのお話をすることはなかったんじゃないのかなと今までで、えー、一番命の危険を感じた日のお話「牧瀬店長」というお話です。ありがとうございます。 もう早くプロになってくださいいや本当に毎回とんでもない話もそうだし話うますぎんだろうマジでとこう順序立てて話をしてもらえるから <laughs> もう本当にもうわかりやすいしへ <laughs> もう浮かぶしっていう、ええとんでもない話ですね <laughs> はいもう思い出の話になりますけれども思いいでっていうただ 怖いですよね、うん、あのそんなことがあったわけでそういった刃物とかはね、うん、なんとか取り上げられましたけどでも、ええ、いつね店にその店長が現れるかって思うとそうなんですよ沙織ちゃんなんかめちゃくちゃゃゃく怖かったんじゃないですかだからね今ねお前の家の近くの公衆電話もできてるから話があるんで出てきてくれないかって言われた時にね,もうことね何も言わずに電話切ったからいいもののそのままうっかり外に出てしまってたら。 夜ね家の庭まで来てたかもしれないですよ本当にま,まさにカーテンに映った影が、えー、牧瀬店長だったって言ってましたので,で入ってたものが、まあ、薬もねう、はい、本当にこう怖いんですけども、まあ、ロープみたいな、ねはい、紐ですよね完全にあの荷造りの時に使うあの白いロープでこうゆってある綺麗にこう束ねてあるロープですよね。 もちろんナイフでね人差しっていうのも怖いですけど、うん、ナイフで脅されて、うんね、ぐるぐる巻き椅子で体動けないようにされてとかっていうねなんかこうどこかにこう何にしようとしたか分かんないんですけれどもちょ,ちょっとこれは後日談になるんですけれども後日談あるんですか後日談というか、まあ、その日の話なんですけどその日一回あのマネージャーは店長のカバンを持って外に出ていったんですけど、えっと、その日のお昼ぐらいにマネージャーだけ来て休憩室にありましたあの給水器 あったんですけど、給水器を持って出てたんですよ。だからもしかしたらあれに何か入れられてたんじゃないかっていう。う薬品あるし。そう。っていう話を僕とさとし君は話はた。こわ。その日じゃあ水飲まなかったんですよ。飲まなかったんですよ。バイトの休憩室に給水器ってみんながこう水が飲めるっていうものがあったんですけど、はい、それをなぜかマネージャーさんがその後没収して持ってったと。大馬鹿だ 飛んできて大慌てで大慌てで,で持って出てきましたんでそれを僕と聡くん二人で見てたんであれなだからまあ本当はねもうこんなのすぐ警察にってことで、うんはい、しかも言わなきゃいけないことだと思うんですけど、うんうん、ただまあその時代、はい、大ごとにしたくないっていうところでマネージャーが、まあ、その店長を見つけてこういうのがあったって問い詰めた時に「うん、いや実は」っていうその給水器にっていう証言も得たから いいう可可能能性性はあありまますす、ね、ると思います実際のところはどうかわかんないですけどね結局水を飲んだわけでもないですし、えー、店長がねその刃物を持って襲いかかってきたっていうわけではないんですけどいろんなこうただねごめんなさい<え>あのすごく不思議なのが、はい、あの刃物だったりとかっていうのが入ってた<え>その袋って。はいはい 元々はなかったんですかいや店長がいつも持ち歩いてる黒い手提げのカバンですねだからあのー、そうかその前日に聡くんが開けた時は黒いビニール袋とかあと普段の事務用品とかノートとかそういうものしか入ってないその日はナイフが入ってなかったんですねな,ですなので次の日に開けてびっくりその日やっぱ持ち込んだってことなんですね、はい、そうなんですよあーいや 実は普段からそこにあったってなったらね、うん、怖かったですし、はい、でもやっぱりじゃあそういうこの自分のしてたことがバレてしまったってなった時に、はい、そのそれを知っている三人を口封じしようと思って持ち込んできたってことなんですね。うん、うん、その可能性もあると思います。でその後店長の姿を誰も見てないっていうのもね、もしかしたら店長を捕まったのか、まあ悪く言えばもしかしたら自分でや,やっちゃったか、どっか引っ越しちゃったか。 いいろろちょっと考えはあるんですけど、ね、まあただね本当にこに兄貴分的に、はいうん、でその行為以外はね、はい、本当にこうみんなのことを思ってって素晴らしい上司だったわけじゃないですか。うん、でもしかしたら沙織ちゃんのことが歪んではいきましたけど、うん、すごく好きで、はい、だそんな沙織ちゃんにも自分がこう頼りがいがあって、うん、いい人だって思われたいからこそそういったね、はい 行為をしてたのでも、まあまあ、今回のねあのお話の被害者はまあ沙織ちゃんだったんですけど、はいまあ、沙織ちゃん以外にも何人か女性のスタッフはいたんですけどやっぱその女性陣の中で「あ沙織ちゃん以外でも、はい、ないよねやっぱなくなってるよね捨てたはずのものが」っていう噂はしてたらしいです。 まあやっぱり人は見かけによらないというかやっぱり表の顔と裏の顔ってものがあって <laughs>、うん、でやっぱりねあの表の顔だけしかね僕らは普通知ることができないのでね、はい、いやそんなことするはずがないとかまさかあの人がって思うんだけれどもうんうんいやすごいお話ですね。<laughs> 次回作はじゃマキ店長って話で本出されるわけですか。いやちょっとあの多分 NG 出ちゃうと思うんであのアマゾンでの審査があるので審査がはい通らなそうですね。審査通らないとやっぱ出版もできないのではい,い本当に水沢さん改めてもうすごいいろんなお話お持ちで、はい、そしてお話お上手ですね。えー、とんでもないです。 本当にあの長野でね、通にこう生体院をいくつか経営されてるっていうね、う本当に一般の方ですからね。はい、いやなんかちょっとびっくりしますけども。はい。はい,い。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はいぜひ皆さん今日ね知っていただきたいのは、えー、今日こちら幽霊インタビュー完全版発売になっております。えー、以前ですねこちらの方で話もしていただいてもう今現在80万再生以上はい。であのコメント欄でもね絶賛の嵐で、はい、まさにこう水沢さんが 枕元に現れた幽霊の二人組、その幽霊の二人組に対してインタビューを刊行した。はい、そのねえー、もう驚くべき事実がもうずっとこうね。はい、完全なとこう入ってる本ですからね。ぜひぜひ。皆さん、あのいろんな幽霊への疑問解決と思いますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。はい、概要欄貼っときます。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして1ヶ月後、4月の13日には、まあ、ねサイン会と言いますか？はい ね、まあそのね本をお渡しするというねイベントも開催予定ですから、次の詳しくは水沢さんの X、はい、こちらもねご覧になっていただきましてチェックの方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。これで終わりじゃなくて次回、はい、なんか心霊写真5枚ぐらい持ってきてくれたってことで、でではい、次は心霊写真です <laughs> よろしくお願いします。え <laughs> 次回はこの幽霊インタビュー完全版今日発売になったですね水沢さんが持ち込む心霊写真5連発お送りしたいと思います。ぜひお楽しみに。 というわけでゲスト水澤貴博さんでしたありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたこちら表紙なんですよね、はい、そうですでここにまあね島田周平が帯を書いたということでねあの名前も載せていただいてますけどこれパッと見完全にあの <laughs> 僕が書いた方みたいになってるっていう <laughs> い もう島田さんと一緒に協調っいう、<laughs> や,やいやいや、<laughs> ありがたいんですけど、水沢隆さよりも完全に大きいですよね、文字で、ね。<laughs> もうこれこれが多分あるんでしょう、う今度おすすめというところで <laughs> いやいや。で、あの嬉しいのがね、はい、僕もなんか今まで何個もね、帯書かせていただいたんですけども、だ、はいたいね帯書いていくつかこう候補出してね、うん、あの使ってくださいってこうやると、だいたいこうあの破損されたり、はい、あとはあの別物に生まれ変わっていたりっていうね。はい <laughs> マナ不思議の時はもう特にそうだったんですけどもあ,、はい、あるんですが今回僕なんかが書かせてもらったやつこれまんま本当に一言も <laughs> 変えずにまんま載せていただきましたね。そうですね。あのもうこの表紙はあのプロのデザイナーさんにお願いして作っていただいたんですけど、その方とも相談して、まあせっかく島田さんが書いていただいた文章なので、もう一切のアレンジなくそのままで使わせていただきましょうということで載せさせていただきました。いはい。もうあのこれこんな感じだったらいいので、あとは自由に使ってくださいなんて言ってたのにね、まんま載せていただいて、えー、島田秀平がねこう書いてます。人は死んだらどうなるの。 その疑問に終止符を打つ驚愕の記録、幽霊にインタビューをした男。怪談の歴史に残る、僕が巡った中でも間違いなくトップクラスの、お怪談。そして、何より、死ぬことが少しだけ怖くなくなるお話という。<ー> <laughs> <laughs> これ僕書かせていただきました。僕書てこれも載ってますんで。ありがとうございます。<laughs> いい、いいっすね。あいや、いいですか。わかりやすい。<laughs> あ、本当ですか。わね,<え> <laughs> ね。<laughs> はい。<laughs> 本当ですか。聞いたか七不思議、本当に。なん <laughs> <laughs>、ね、ちょっと。<laughs> いやいや、本当にもう、みんな含めてね。はい、はい、本当にありがとうございます。いやこちらこそして。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。はい さあ、えまた来てくださいました。富田康宏さんですお願いいたします。お願いします。お願いします。本当にがたいっすよね。フィジカルだけは強いフィジカル。はい。ちょっとなんかもうなかなか身長何センチでしたっけ？百九十一。九十一。はい。体重ってお聞きしてもいいですか、ね？今百キロぐらいです。だ <laughs> <で>からもう道歩いててやっぱ。 ほとんどやっぱこう、あ、フィジカル的にというか、体格的に、自分以上の方ともあんま合わないんじゃない。ですか、はい、そうですね。あの、あんまりすれ違わないですよね。も正直僕なんかもう一発だなみたいな感じで。いや、そんなふうに思ってはいです。悪くはないですもんね。そうですねずっとスポーツやられてたから。はい,はい。はい そうですねだから体だけは丈夫ですねはい。皆さんですね、えー、富田さんも階段の方たくさんお持ちでしてもう取材力もすごいですけどもはい、えー。階段チャンネルやられております、はい、チャンネル名をお願いいたしますはい、えー。富田康博の階段ギークスというチャンネルやってますちょっとしばらくねお休みいただいてたんですけど、えー、今年また動画とかアップしていく予定なので何卒よろしくお願いします、はい、はい。そしてあの今日ね名古屋から来ていただいて、はい、すみませんびっくりしたんですけどもうトンボ帰りですぐ帰られるんですね そうです。帰ってゲーム <laughs> ゲーム、どうやって見られますかはいツイッチという媒体で「富田康博」と検索していただけましたら見れますんでのゲームしながら怖いう話してる時もあります <laughs> ゲーム配信の方ぜひ皆さんねあのチェックしていただきたいと思います、はい、さあそんな富田さん、はい のの方はどんな話でしょうか、はい、あの前回「あの人が消える」みたいな隠し的なやつあれとさらに似た事象の話を聞いたんで、はい、ちょっとそれをお話しできたらと思うんですけどあの僕の大学の友人で「かしってやつがいるんですけどその彼が体験したんですけど。うん 貴司、ね、君はあの大学時代あの居酒屋でバイトしてたんですよねで居酒屋でバイトしててそのバイト先で、まあ、大忘年会をすることになって、まあ、それはもうバイトの従業員だけじゃなくて自分たちの友人とかも呼んでいいよっていうその類いで、まあ、忘年会をやってで貴司君ねそのバイト先でいつもつるんでたる、まあ、君っていう男性の友達がいてそのる君 と、まあ、しょっちゅう、まあ、遊びとかしてたらしいんですよ。で、その大忘年会中に。でも、見たことないなっていう男の子がいて。うん、その子曰く。あの、勝君のゆ地元の鶴屋と。あ、そうなんやって。で、話しかけてきたのが、哲也君って子なんですよ。うん、その哲也君が。あの、すごい。フランクで。 で高橋君となんか馬が合うんですよねで会話してたら同じ趣味もあってトークはずんで「よかったら連絡先交換しようよ」ってなってまあアドレスを交換して、えーまあ、後日連絡した時に「いや近々遊ばへん」っていう話になって「ああいいよ」よかったらドライブとかどう?」って向こうに言われたから「ああいいよ俺車あるから出すよ」って貴司君言ったんですよ。ね日にち合わせて貴司君は車で夜哲、まあ、也君の家の。 近くまで行って、着いたよって連絡来たら、助手席乗ってきて。ちょっと二人で行くのもあれやから。うん、俺の地元の連れ、二人呼んでいいかってなって。もうん、うんまあ、哲也君の友人二人。呼んで、しばらく待って。まあ、後部座席に二人乗って、四人で行くことになったんですよね。はい。で、やっぱり。夜のドライブなんで、やっぱ心霊スポットとかも行ったりするんですよね。ね、いわくつきのトンネルとか。えー、廃墟とか。いろんな回っていくんですけど。 行っても別にまあ、幽霊見たとか怪奇現象起きたとかもう一切ないんですよねいやなかったなあって言いながら車に戻っていくんですけど車乗って隣に哲也君乗ってきてな行くでって言った時に後部座席に一人いないんですよ、うん、あれ,あ,れあいつはって話をしたらトイレじゃない まあ確かに車止めてたた近くに公衆トイレがあったんですよね、はい、だからみんなトイレじゃないってしばらく待っててんですけど10分ぐらいい経っても来ないんですよねで心配やから探しに行くぞって。で3人で公衆トイレの方に行って近寄ったら分かるんです絶対いないってなんでかって言ったら真っ暗なんですよね、うん、だから携帯の明かりで照らしながら、うん、探すんですいないんです彼の名前読んでも返事もないんですよ。で もしかしかかかたらどっっっ道迷ててるって可能性ないかとだから俺は行った道をとか諸々行ったところ全部ちょっと探そうぜって。で全員で行ったら時間食うから、まあ、今から多分15分後車に戻ってこよう,うん、うん、俺はあっち行くからじゃあお前はあっち行ってみたいな感じでそれぞれ分かれて探すことになったんですよ。うん、で時間になったから貴く君は、まあ、見つからないから。 車に戻って残りの2人待ってたんですけど10分待っても20分待っても30分待っても残りの2人帰ってこないんですよ、ね、<え>で、はい、結果1時間待っても誰も帰ってこなくて心配したからちょっととりあえずその哲也に電話しようと哲、うん、也もいなくなってて。はい で哲也から教えられてた電話番号に電話をかけたら「この番号は現在使われておりません」ってアナウンスが流れて「えって?」てますます不安になって、うん、とりあえず警察に電話して警察に事情を説明して来てもらって探すんですけど見つからないでその哲也君のことをまあ深くは知らないじゃないですか。 共通の友人っていうところだから。だから、別に親御さんの連絡先も知るわけもないし。で、結局、警察が探し、見つからなくて。あ、とはもう警察に任して、もうあなたも帰っていいですよって言われたんで、下山して。で、後日。隆君、バイトに出勤したんですよね。で、その時に。まあ、勝君。まあ、哲也君の共通の友人やみたいな。その勝君に。お前のさ。 地元のさ、徹也おるやんあいつとこの前心霊スポット行ってんけどって話をしてるときに誰そいつって言われて、うん、マサル君の地元の連れに徹也っていないんですようん。だからたかしくんがいつて徹也って誰から始まってて今だからその徹也が存在したのか存在してないのかも分からへんっていうでもちろんそのね存在したかわからない 彼が連れてきたお友達たち二人っていうのも、もうずっとだからわからないわけです、ね。わからないです。で、本当に存在しているのか、それとも存在していない、生きてはない人なのか。でも、さっき、前回話した話と同じで、別の次元の人の。あれなんじゃないかなと思う。そ,その行った場所って、どういった場所って、はい、おっしゃってましたっけ。あの、これ、関西の心霊スポットです。あの。 まさにこう神隠しみたいなことになってこの世の、えー、存在していなかった人にされてしまったみたいな解釈ももちろんあるんですけど、はい、もしかしたらその、えー、そこに行った方だのお名前何でしたっけし君と。隆君がそもそももうそこの心霊スポットに呼ばれていてで。 実はそこの心霊スポットの住人がそのかし君たち。かし君それたらああそういうことかだからそもそもそういう方はいないんだけど、はい、そういう方がいるようなもう、まあ、思いにさせられてて、うん、でそこに一緒に行ってるようなだそのえ誰がそこに行こうって言いらしたんでしたっけ 哲也君というのはいなくなった友達いなくなくった友達ですよねだからその人に呼ばれてなるほどだから本当にもともといないんだけどい,い,い,だいるような感覚にされてそこに一緒に行ってたっていうようなだから心霊スポット見るよも実は一人でずっと行ってたんだってことですよね。はい、で自分が友達と一緒に行ってるつもりなのがはい、はい、実はその謎の哲也君という人に呼ばれてはい、はい、もう友達のような 思いという考えにさせられてたとか。ちょっと見られてたみたいな話ですよね、要するに。ちょっと影響を受けて、引っ張られてた。いや、その、その解釈すると、ちょっと余計怖いですね。なんか、そういうふうに考えた方が。だから、こうしっくりくるというか。そうなんですよね。ただ、その、ね。 何でしょうそのまあもちろん警察が来てるわけで,で捜索願いみたいなことも出してるんですよねえもうそうでもかし君は哲也君のこと詳細は知らないんです妙名字すら知らないからもう知ってる情報だけは警察に伝えた後はこっちでやるんでって言われてる状況でで念のために次出勤した時にマサル君にお前の地元の哲也のことを聞こうと思ってでそうやって分かったら警察にも言えるじゃないですかでも聞こうにも「哲也って誰?」って言われてるもんだから。うん 本当にだってそういう方がいてもし行方ようったらもっと大ごとにならない,といそうなもっとニュースにならないとおかしな話なのにそのあとにニュースにもすらなってないってことはもともといなかったのかなとかいやそうなんですよね、えー、だから何か、ね、だって大事件ですよ大事件ですよ。だって3人もいなくなるわけですからね、はい、普通やったらニュースに絶対乗るんです、うん、警察ももっと動くはずなんですけど。うん、っていうことは警察ももう帰っていいですよって言ったのもちょっと。 裏ががありそうな気がしてうんでこういうことが頻繁にあるんじゃないかなあ,<ー>あとはもしくは「そんな人そもそもいたの?」みたいなところで思ってるからまあわからないですけど、ね、いやそうなんですよねだからそれがすごい気になるなっていう話です。いやー何でしょう「神隠し」かもしれないけども。 もしかしたらそもそもそそもそも生きてる人じゃないいなかった人なんじゃないかっていう、うんうん、人間のね思いってわからないですからねそう,そうやってこう入られてしまうと記憶がねその瞬間抜けたりとか、うん、あとはなんかこうね別のこうなんか考えになって勝手にこう動いてしまっててとかっていう思い込みみたいなこともあったりしますもんね,ですよね。だからだかからら こう考えたらじゃあ僕たちが今普段生活してる中でますれ違う人でたまに散歩中とかで「あどうも」みたいな感じで挨拶してる人が全員生きてる人とは限らないって考えると、うん、ちょっとこの世の中ってそういった懐疑的なものってあふれてるんやろうなっていうのはすごい思いますね何か分からないですけどね、あのー、もしまあ どこかに急に急ふらーっとこう山とかに行ってそのまま帰らないことになってしまった方がいたとした時にその方からしたら一緒にみんなと行ってるつもりなんだけどはたから見たりするとあいつなんで一人で急に山に行っちゃったんだろうっていうふうに思ってる残された人たちがいるかもしれないですよね。うう、ね、だからこういいう話っってやっぱり人がななくなるる消える まいなかったみたいな話って、山ほど聞くじゃないですか。だから、そういうのはあり得るんやろうなあっていうのは。つくづくちょっと最近思い始めてます。で、もっと言うと、この前の休日、はい、友達たちとさ。あの、どこどこ行ってきたんだっていう人、本当に。友達と行ってたのかなとか。<laughs> そうなで,で、これ、言い出した方の、それ、一人旅だったんじゃないですか。だから、言い出したきりないんですけど、すべ、うん、てのその。 人との関わりが怖くなるっていう、ちょっと不思議ないろいろ考えちゃう話。そうですよね。だからそういう意味では僕は個人的にはこういう話がすごい好きで、はい、はい、ありがとうございました。はい、ぜひがとうごですね、YouTube チャンネル、はい、そしてねゲーム配信ともやられてます。はい、どちらもですね概要欄貼っておきますので、ぜひね今後の活動 X も含めてですね、はい、チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。本当に名古屋から、はい、このためだけに、いやいやいやありがとうございます。ありがとうございます。すぐ帰ってゲームしないと。帰ってゲームします。ありがとうございまし えー、ゲスト、富田康弘さんでしたありがとうございますありがとうございましたさあ今回はですねロックスターのお二人お越しくださいましたディスペードのお二人ですお願いいたします何のいたずらか先にスターになっちまったあとは売れるだけさディスペードからボーカルゴッドボイス一斉だぜ ギターのエンピリアルフィンガーシュンタだシェケラ非常にねどこで拍手してい,いのかわかりづらい,い、ね、<laughs> お二人がご挨拶でしたけども、ね、よろしくらしいブレてないですね、はい、スターですからスターですはいもう眩しいですよ本当に、はい、ねだってこれ何が本当ねすごいかっていうとね、うん、本当はこの衣装ね全然ラメついてないですからね そうですよそうなんですよついてないのに俺たちのオーラででキラ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 見えるっていうねもちろんそうもう本当に体から走ってるこれ光なわけですそうですごいっすよねやっぱりもう見ちゃいますもんねやっぱりやっぱり見ちゃいますかはいそうなんですよ見てくれええまだあなたのターンですあまだ俺のターンじゃないいいいいんででですすすままだターンははは自分にししれて <笑>,笑ってましたよねいや完全に笑っちゃってましたよね今 <laughs> <え>座右の銘とかあるんですか座右の銘ボイス一世さんもちろんありますお願いしますまず,はまずは大事なお知らせがありますのでね <laughs> はい。はい、えー、このディスペイドのお世話ですね、はい、YouTube チャンネルもやられておりますチャンネル名なんでしょうかディスペイドの YouTube チャンネルはい。 これあの本当にね、ちょっとあの MV なんかもたくさん上がってるんですが、めちゃくちゃかっこいいですから、はいはい、このね、楽しいお二人っていうところを見た後に、この後すぐね、概要欄貼っておきますので、チェックしていただきたいと思います。もう一気にね、あのファンになっちゃうこと間違いなしですんで、ぜひぜひ。ちゃんと飯をしっかり食ってから見るようにお願いします。じゃないとかっこよすぎてぶっ倒れるかもしれないんで、そっか、ちょっと体調悪いとか、空腹で見ちゃうとやられちゃうやられちゃいますね。 そうですか受け止めきれないね、うん、万全な状態じゃないと、うん、ぜひ見ていただきたいですねはい、はい、概要欄貼っときますんで、はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたしますよろしくお願いします,しますそして、えー、曲、まあ、CD の方も、はい、まあ先日発売になられてますそうですね、はいえー、最新 EP「STAR」こちらですねこれもしっかり飯を食ってから聞くとガツンとくるロックチューンアルバムになってますんでぜひ買って聴いてくれ お願いします。<laughs> まあ、パワーワードのこう連続という感じで、はい、はい、聞いてしまったんですけど、ありがとうござい、ね、ぜひ、そのところで、ねうん、あの、合わせて概要欄貼っておきます。そして、あの x の方には、はい、いろんなね、あのイベントライブの情報もね、上がってきますので、そちらもね、うん、皆さん、あの、見ていただいて、応援のほど、うん、ぜひぜひ、本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 会談が非常にお好き、はいうん、そしておばあ様が「タという血筋で前回は俊太さんにお話いただきましたが今回はゴッドボイス一世さんはい、はい、どんなお話をしていただけるでしょうか、えー、僕が、えー、と北海道に住んでた時期が10年ぐらいあるんですけど、はい、そのうちの7年間がいわ、えー、くつきマンション。 それ何歳から何歳ぐらいまでって感じですか、これは、えー、っと、二十。二十歳ちょいぐらいから、えー、三十ぐらいまでですね。<ー>はい。もう大人になった後ですよ、ねうん。そうですね。はい。はい、で、えー、二軒連続で。住んで、合計で七年間ぐらい。え、それって、あの、もう、自分からわざとそういう場所に住もうってことで行ったんですか。はい、それも偶然。一軒目は。 あのあ今思えばっていうことなんですよねで2軒目に関してはもうあの家を探す時にいろいろ見て回ってたんですけどあのいやもっと家賃2万ぐらいで駅から近くて学校とかあってコンビニも近くで1階に自動販売機があってデザイナーズマンションみたいなところないっすかね2万ぐらいでって言ったら、まあ、僕実は苗字「森」って言うんですけど。 あの不動産屋さんが「いや森さんねそんなのちょっと変なのが出ちゃいますよ」って言われて「あ全然そういうのでいいんです」って言ってあ「何が起きたかは教えないでくれ」って言ったんですけど<ー>そうやってちゃんと前振りをされた上で住んだ家、うん、なんかすごいですね。はい、音楽界の松原谷 <laughs> あそうなんですねそうそうあんまり、まあ、気にならないわってことで、はい、安ければいいわってことで入って住んでたっていう,う、ねはい、まあでも2件連続でいわくつきだったという時のお話なんですね,そうですねお願いいたします、はい、福岡福岡12世帯あったんですけど住んでるのがもうその約、えー、5年間かな僕しか住んでないんですよ、はい、12世帯あってなぜか全部鍵開いてるんですよ、ね、ええー、12部屋ある、はい、アパートマンション、えーア,パえー、アパートよりちょっと大きい マンンションに小さいいみたいなでも、うん、12部屋あるのに、一斉さんしか住んでなくて、はいででで、で、その空室の部屋が鍵開いてるんですか全部開いてます。意味わかんないですね。で、まあ、たまに誰か引っ越しくるんですけど、上の階とかに、3か月以内に絶対に引っ越すんですよ。ね。えー、で、最終的に俺しかいないっていう。で、霊感あるなし、関係なしに、全員が幽霊見て帰るんですよ。俺んちに遊びに来ると。 まあ面白かったのは当時組んでたバンドメンバーがちょっとあのラジオの収録前に「一回はちょっと俺ん家寄ってくれへん」みたいな「忘れ物したわ」みたいな車でバーって止めてでまあ俺しか住んでないんで普通に電気消えてるんですけどでバーって「ちょっと忘れ物取りに行くわ」って言ってまあメンバーも後ろからついてきてガシャッてあげたら電気がパーンってついてテレビもパーンってつくんですよ。で今の時代で言ったらそういうシステムってあるじゃないですか。ありますあります。 これまあもう何年前だろう20年ぐらい前か二十歳ぐらいだからまあそういうシステム当然ない時代だし「あのお前んちすごいね」みたいなえ「帰ってきたら勝手に電気とテレビとつくの?」みたいな「ああこれ心霊現象?」っ <laughs> そんなも当たり前みたいな感じになってんですね。でこういうふうにテーブルの真ん中に置いてるもんがバーン飛んだりとかテレビついたり消えたりでみんなで話してたらお風呂の水がバー出て出たりとか。<laughs> 当たり前にあるんですよ。えそれ一軒目二軒目こ。これはこれは一軒目も二軒目もです。ええーはい。だからまあそういうのが当たり前の生活で金縛りも毎日起きてるんですよ。金縛りって疲れたらなるって言うじゃないですか。だからな俺毎日疲れてるのかなって思ってたんですけど、まああのその家を離れてからは今ダニそうなんですけど金縛りって一回もなんないんですよ。ええー。で。 今から話すのがその2軒にわたるわたってついてくる幽霊がいましてそれが今現在もついてるんじゃないかっていうあの2軒にわたるまでは話したことあるんですけどいろんなところででも今現在までっていう話あんまりしたことなかったんで今日ななんかかそういういいいい話をさつまいた最終的にユタの,のおばあちゃんの話で、まあ、解決したっていう。 話なんですけど、はい、まず、あの、一軒目。の、から、話始まるんですけど、えー、まず、最初は、夢の中の話なんですよ、ねはいで。今から話すのは、夢の中の話です。で。俺と、おかんが。なんか洋風な建物に。あの、泊まりに行くっていう夢なんですよ、ね。うん、で。夢の中のストーリーは。一階から順番に、人が。で、夢の中のルールっていうのがあって。ソバージュの。 なんかこう女の人がフワーって通ったら映画の層みたいなっていうルールの夢なんですよ。はい、で最後最上階ぐらいになった時にあのおかんがあ,のあんたちょっとこの建物やばいでそろそろ出ようかって言うんですよね。でもまあ夢やからおかんちょっと出る前にシャワー浴びてくるわって言うんですよね。で俺も夢やから あそれやばいすぐ出よう、うん、俺もシャワー浴びるわって言うんですよね、うん、でまあ夢の中で俺シャワー浴びてるんですよそしたら俺の部屋の扉がノックスされるんですよねコン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 あやばいあいつが迎えに来たかもしれないソバージュの女がおるかもしれんガシャッって開けたらバスローブのおかんが立ってて「あんた何やってんの早よ出るで」って言ってうっさいなおかんをバーン閉めてでまたシャワー浴びる、うんですバーッて。 うるさいな、おかんバーンって開けたら、その、ソマージの女がザーッと立ってて、うわ、出たって言って、そっからバーン逃げるんですよね。で、後ろから鉄パイプ、っていう夢なんですけど、こっから話すのが夢の話じゃないんですけど、バーンって起きたんですよ。はい。夢か、怖かった、よかった。あ、もう一回ちょっとタバコでも吸って落ち着こうって。で、家の近くにコンビニあるんで、 あ、タタババココないわ買いわ買に行こうってで今から言うのは夢の話じゃないんですけどうちの玄関の扉バーって開けたらさっき夢に出てきた女の人の髪の毛束になって床にブワーッて。と思ってあでもとりあえずタバコ買いに行くかと思ってタバコ買いに行ってタバコ買って帰ってくるんですけどまだブワーあるんですよ。うわ怖っと思いながら部屋入って。 でタバコ吸ってそれで1軒目の話は終わるんですけど、はい、そっから数年経って今度2軒目に住んでるんですよね <laughs> また同じ現象の起きる家にでその時女の子とあの一緒にあの暮らしててはい、はい、で女の子が寝てたんですよで夜中の3時ぐらいですかね「いっせい君起きて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 」って言すどうしたどうしたいやすごい怖い夢見たのって言んすねでもまあ面倒くさと思ったんですけどまあ女の子やから どどんんなな夢夢見見たたののっっっててて聞いてあげようと思言すそしたら一く君と私が7丁目に住んでるのって言うんですけど、うん、俺前の家の話なんて一切したことないんですけど前の家の住所7丁目なんですよねえっんでそれ知ってんのでね、はい、マンションの1階に私たちいるの前住んでたのマンションの1階なんですよ、はい、えっんでそれ知ってんのでねの一く君と私がいて私が 買い物行っっってててくるるねって言って出かけるのってってで買い物から帰ってくると一く君の部屋の玄関の前の廊下で女の人が一生懸命髪の毛切ってるのこわっ,ってなんでそれ知ってんのっていうそのお互いの夢にも現実にも出てきたてい話なんですよ。<サ multin Weird> でこの話がもう 自分の中で一番怖い体験で、もういろんな人に話してたんですよ。はい。そうしたら、あの、行きつけのバーがあって、そこのバーのマスターが、その、なんか霊媒師なのか、その霊感がすごい強いなのか、あの、の人がおるから、じゃその人にお紹介したいみただよ、感じで。その、お前の住んでる家も変やし、その話も怖いし、心配やと。いうことで、ああ、わかりました。今度来た時に、お前紹介するから。 ああお願いします」っつっ霊媒師の人とおうたんですよそしたら「うわ出た!」って言って走って逃げて帰ったんですよ霊媒師の方がはい、はい、めっちゃ怖いじゃないですか怖いですねでごめんなーっつってその日は終わったんですけどでもう一回もう一回セッティングするからっ,ってもう一回行ってそしたらもう霊媒師がっ,とって「いやこの間すいませんでしたね」みたいな「もう逃げ出してしまって」みたいな「いや,いや大丈夫ですよ」 なんか、僕、そんなになんかついてるんですかって言ったら、うん、え分かってないの <laughs> いるじゃんここに <laughs> って言うんですよ。僕はみたいな。え、何がいるんですかっ,っえ、あの、長い髪の毛の女の人と、え、お男の人と、子供と、小さい小動物だよ <laughs> 一家丸ごとやんけ。で <laughs>、ね、だから、すぐにその、引っ越した方がいいよ。って言われたりとか、 あとそのバンドメンバーにもこういう話もちろんこの体験をするんですけどえとうちの当時のベースのやつがえ家にまたそれは女の子を呼んでてきてるで女の子にこうなんか酒のつまみをキッチンでこっちが大女の子でこっちがキッチンになってて酒のつまみを作ってたんです。 一世が最近そのなんか二軒にわたって夢に出てきたソバージュの女みたいな話してたなでその子ごっつい霊感強いらしいんですよねあ,あの子に聞いてみようと思ってあのさって言ったところで「黙って台所に女の人がいる」って言うんですよね「えどんな人?」ってソバージュの髪の長い人」え「えそれあの前日俺がそいつの家行ってんですよ」その女の子曰くこの女子くこ人は あんたについてる人じゃないから、誰かが連れてきた人だから、すぐ消えるから、大丈夫よって言ったんですよね。はい、そんな感じで、ずっとついて回ってるんですよ。その、まあ、さっきの霊媒師の話に戻るんですけど、あの、引っ越した方がいいよって。えー、で、言われた通り、引っ越してみたんですよ。そしたら、あの、まあ、最初に言ったように、金縛り毎日起きてたのに。金縛りにもうならないし。うんうん、で、幽霊も、その時も二十人ぐらい見えてたんですけど。はい 幽霊もなんかだんだん見えなくなってきて、えー。ええ。で、すごい平和な暮らしになったんですよね。で、あ、言われた通り引っ越してよかったと思って。そして、あの、またそれから霊媒師に再会するんですよ。そしたら、あの、言われた通り、僕引っ越したんですよ。でそしたらもう金縛りにもなりませんしね。みたいな。すごい穏やかに生活できてるんです。ありがとうございます。って言ったら、 霊媒師の人がそうみたいだねみたいなすごくいい部屋に引っ越したじゃないって言うんですよ、うん、まず玄関開けてさ廊下みたいなのがあるじゃんでまずトイレがこっちにあるでしょっても,もう一枚扉を開けると、まあ、大きめのワンルームみたいになってるんだねでここにキッチンがあってその奥がお風呂かいみたいな感じで言うんですよ全部当たってるえ,ー、えなんでわかるんですかって言ったらさっきからこの人が教えてくれるんじゃななんも解決してなかったんですよね。 でそれで今東京に住んでるんですけど俺はそのソマージュの女もうああうんもうまず見ないんですけど俺は見なくなったんですけどやっぱりいまだに俺ん家に遊びに来る例えばンタとかは、はい、あのテレビに映った陰で後ろに「あれ今女の人通ったよね?あ」見たいやなみたいな。俺以外の周りの人間がなんかベッドで寝てたら足つかまれるとかなんか見るんですよ。 周りの人間がで2階にバンドの先輩が住んでたんですけどあの昼夜関係なく毎日なんかんで,すよ、ね、でまあバンドやられてる方なんであとなんか防音室とかもよあの設備ある家なんではい、はい、なんかやってんのかなみたいな。でそのバンドの先輩とこう仲良くなった時にあそういえばあの。 僕住み始めてから毎日どん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 ってなってるんですけど「なんかやってるんですか?」毎日って言ったら「そんな音絶対出してないよ」って言んですね「えそんなうるさいの?」みたいなえ「めっちゃうるさいですよ聞こえないですか?」みたいな「もしかしたら真上じゃなくて斜め上なんかな?」みたいな「なんか聞こえてこないですか?」いや一切聞こえないね」そうっすか?で」で後にその先輩引っ越しするんですけどまあ要は物のけの殻になるんですけどその間も。 ずっとどん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 って毎日聞こえてちなみに昨夜も聞こえましたしずっとなんですよねだから周りの人がさすがに心配してお笑いとか言った方がいいんじゃないみたいなそっかなみたいないよいよ思い出してもう最初の事件から20年ずっと経つんですけどそうだなみたいなじゃあお笑いしてみよう いろいろ調べたら結構お払いって値段するじゃないですか。どうしようかなみた、ねはいななんかよちょうど年末やって、えー、おかんと一緒に飯食ってて「いや俺こうこうこうでお祓い行こうかなと思ってんねん」って言ったら「何言ってんのあんた」みたいな「そんなんせんでええねんで」って言って「お父さんに相談しいって言うんですよ。はい、なんで?」って言ってとりあえず電話するんですよ。そしたらつい最近の話なんですけどあのうちの父親が「いやおばあちゃんのこと覚えてるか?」 もう覚えとるで「おばあちゃんはな「ゆた」って言って「あのいたこみたいな人なんやで」みたいな「えそうなん?」みたいな「覚えてないか?」ってちっちゃい頃あの親戚バーって集まっておばあちゃんがあの先祖を体にこう下ろして、はい、で先祖とあの親戚がこう会話をするみたいな儀式が結構頻繁にやられてたんですけど「えー、あれ覚えてないか?あ」「あ覚えてる覚えてる」みたいな俺らもちっちゃい頃の思い出なんで。 結構当たり前にそういう生活してたんで <laughs> ピンときてなかったんですけどああれがユタって言うんかみたいなでそんな霊媒師に相談するぐらいならわしが解決したろうみたいな感じでいろいろ相談に乗ってくれて、はい、結果的にその今もまあねどんどんなるんでいるんでしょうけど、まあ、僕の心は穏やかになってまあ,あの解決自分の中では解決できたっていう。 現在進行形の話なんです、ねはい、めちゃくちゃ長いですよね、はい、<laughs> ずーっとだからそのソバージュの女の人がもうそこからついてきてるのかもしれない,っいずっと、うん、でどうやら生き量らしいんですよえ生き量なんですからしいですまだじゃあその方って生きてらっしゃるんですかいやそれはもう僕もはっきりは分かんないんでだからその霊媒師の いわく「生きる親」でなんか東京来てからも霊媒師の人に会ったんですけど「生きる親」って言ってんですよね。えあのお父様にじゃあお払いはまだしててもらってないんですね、はい、いや結局まあよくある紅葉お払いじゃなくて、まあ、相談をするっていう形でまあ自分的にはしっくりきたんですけどあのどうしたらえいんかなって言ったらまあ要はあの人よりちょっと敏感なだけで幽霊っていうのは。 折って、その辺にもういっぱいおって人より敏感やや、から見えてしまうだけなな。んみたいなで、それをちょっとこう不幸なことが起きたからその幽霊のせいにつなげてしまいがちやけど、うん、冷静に考えてみみたいな「幽霊が包丁を持ってお前を襲いに行くか」みたいな「それはないな」「そやろ?」 そう考えたら大丈夫やああでもまあ <laughs> 俺的にはそれが腑に落ちたっていうきっとそういうアドバイスが一番こう安心もするしっていう、はい、いい方向に向かっていくってことが分かってっていうことだったのかもしれないですけどね生き、はいはい、量っておっしゃいましたけど、はい、その20年前ぐらいからっていうねソバージュの女性の方、はい、心当たりってあるんですか全くないんですよ ただね、生き、はい、量ってなってくると、はい、今のお話つながってくる、まあ、なるほどと思う部分があって、はい、夢で「不思議な夢見てたわけでで、すよね、はい、最初ね。最初、はい、ソバージュの女見た、うん、怖い」って言って、うん、落ち着こうと思ってコンビニ行こうと思って窓あの玄関開けたら髪が落ちてたわけじゃないですか。でうわーっと思う。うん、で、次のの場所の時に彼女さんが、 あなたたののの家の前でソバージュの人が髪切ってたよっていただじゃないですから、うん、やっぱりその髪の毛切ってた人はやっぱ実際にいてでそこで実際にやっぱ思いを寄せていて自分の女性といったらね髪の毛が命とも言うぐらい念が思いがこもる髪の毛を実際に切って置いてったっていうもうある意味呪術的なことが、うん、やっぱり生きてる人間が、まあ、どういう思いか分かりませんがすごく好きでってことなのかもしれませんけどうん、うん、一星さんに対して思いを 置いていったってことですよね。だからそういう幽霊じゃないですよね。髪の毛って最初聞いたときに、はい、なんか夢とリンクしてなんか髪の毛が現れてこれお化けの話と思ったんですけど、はい、それって多分生きてる人間が実際その髪の毛切ってたそ,<う>その女性の生き様ってことなんですかね。もっと怖いですね。っやっぱり音楽活動もされてたから、はい、例えファンの方かもしれないですし、はい、身に覚えもないねで、はい、だとしたらめちゃくちゃ怖いですね。人怖だった。 ひとこだったっていうことですかねだって器、うん、量だったらだってその方実際にいるんじゃないですかってわからないですよ、はい、その方が今現在も生きてらっしゃるかわからないけどももともとはそういうところでっていう。怖っ、うん そう考えあのあるアイドル男性のね俳優さんなんかもやられてるアイドルの方が家引っ越しただかしたらなんかやっぱ体調も悪くなるしでなんか見られてる気もするしおかしいなって言って相談かなんかしたらお風呂の上なんかパカッて開いたりするのありますね。 なんかそこが気になった感じがしてそこパカって開けたら「ななんかあるぞってんだこれ?」って見たら食べるお箸お箸に女性の長い黒髪がぐるぐる巻きにされたのが置かれてたんですって。でこれきっとだからファンの方なのかわかりませんがやっぱりその髪の毛を置いておくっていうのはもうその人の近くにいられるっていうまあ。 一緒にいいいらられるみたいな儀式らしいですよ<ー>髪の毛を置いてくっていうのは実際その対面したこともあるんですよねそのお化けの方とソバージュのはいはその2軒目に住んでる時なんですけど毎日金縛り起きて物をバン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 飛ぶで20人ぐらいこんな感じで見えるんですよぼやとかじゃなくているんですよここにバーって。で家帰って 鍵こうやって開けようと思ったらこっちに階段があるんですけどあのもうここにいるんですよねでずっとこう見下ろしてるんですよ俺のことを。であの前回ね話してた肌の色もグレーっぽい、うん、でその味が長くてで顔は「あの鬼の形相」ってこのことを言うんやなって俺はその時思ったんですけどめっちゃ怖い顔してるんですよ。なんか うわ、めっちゃおるわ。って思いながら帰ったりとか。はあ。じゃなくなってんのかな。ただ、なんかやっぱり、その思いが強くて。はい、やっぱり、そこで、あの、なんか、さっき、伊勢さんは見えてないんだけど、はい、来た人が見えたりするとか。あと、なんか、ちょっと嫌がらせっぽいのされるとかってあったるじゃないですか。もしかしたら、その女性が、なんか、こう。独占したい。っていう中で。はい、まだ、男性たちだから、そのたびに住むけども、うん、女性なんか来た日には、もう、結構。 女性はもう見えたとか嫌がらせされてとかなんかやっぱりこの家来たくないとか一星さんといたくないって思わされるような思いになった方もいたのかもしれないですよね。見たことあるんですか,あ<の>か見たことあるというかその例えば2人でこうカレンジで音楽制作とかやってたらマウスのポインターが1人にガーッて動いたり普通にするんですよ。<ー>でえ今ちょっっっと動いてる動いいててててるる言っても、うん あそうやねうちそういうのあるね。は、うん、もうあ、ね、あるあるだ,といやだから,だからこれが怖いんですよね <laughs>、はい、さっきもなんかもう別にでも心穏やかなんですよとか、はい、こんなことが起こってるのにそれに対してもうん、はい、まりこう動じなくなってるっていうのが、はい、なんかもうちょっとこう取り込まれ始めてんじゃないかないあなるほどまあ何も。 なくご無事でね活躍されてるんで大丈夫でしょうしねお父様が言ったことがすべてだと思うんですけどもねいやなんか壮絶なんかもう本当に今現在進行形のとんでもないお話ありがとうございました YouTube チャンネルやられてますうでぜひお願いいたしますチャンネルの名前がはいディスペイロチャンネルミュージックビデオバンバン出してるぜよろしくよろしくお願いしますそして先日発売されましたね CD「いスター 誰をもう虜にする謎の謎ではない、えー、かっこいい音源、絶賛 CD 発売中なんで、ぜひ買って聴いてくれ聞いてくれ,聞いてくれそうですよね。自分たちの最新のね <laughs> CD、謎の音源 <laughs>、ね、一番言っちゃいけないですよね。<laughs> ちゃんと発売されてるんですからね。 はい詳しくはです、ね、皆さん、はい、X の方にいろいな情報載ってますので、うん、あの概要欄貼っておきますので、うん、ぜひ皆さん、えー、応援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますしいしすいやちょっと毎回面白すぎますね <laughs> 話がすごいありがとうございましたま、えー、ゲストディスペードの、えー、ゴッドボイス一成さんそして、えー、エンペリアルフィンガー俊太さんありがとうございましたありがとうすありがとうす <laughs> かっこいいな。<laughs> 座右の銘とかあるんですか座右の目。ットボイス一斉さん。もちろんあります。お願いします。ステージの上では上でいろ。ステージの下では下でいろ。<laughs> ちょっと待って。ちょちょ,ちょちょちょ待って、<laughs> ちょっと待って。ちょっと待って。ちょちっ,と待っちょっ,と待って。え、ごめんなさい。え、なんすかめちゃくちゃ面白いんですけど。はい、<laughs> そうですか これ、あのマジで。あ、マジでごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと説明していただいていいですかあの、これもう、あの、僕がちょっとだけ好きな、エリック・クラプトンっていうミュージシャンの名言なんですけど、すいません、ごめんなさい、ちょっと今、面白急にギャグ言ったのかと思っちゃって、分かっですステージの上では、一番上でいろと。自分が。でも、ステージを降りたら、よろしくお願いしますっていう、一番下でいろ。あということですよ。あそういうことか。そうなんですよ。あこごめんなさい、なんか、ステージの上では。 上でいろ <laughs> ステージの下では下でいろってなんか言ったから普通のこと言ってんのかなって思っちゃったんですけどあそういう深い意味があってでエンペリアルフィンガー俊太さんの座右の銘と言いますとえー、えっって言っちゃダメじゃじないですか <laughs> <laughs> 俺が俺が俺であるならばお俺お前終了 <laughs> でも、はい、そんな簡単に言葉にできるようなことじゃない。<laughs> そう。うん、それが言いたかった。そ<う>感極まりましたね。今から出る言葉が大きすぎて。うんうんあ そっかそうだよねそっかそれをだから本当はもあるんだけども言葉でこう出す言霊になってしまうことの何かその影響力であるとかそっちを考えすぎて今ちょっとこう言いよどんでただけだっうことですねじゃあもう体制整えましたんではいじゃあよろしくお願いいたします俺が俺っていうのは言ってやれ俺が俺であるならばよし言ってやれ言い直したお前っ

今全然残ってないんですけど今ある様子で全部飛んでっちゃってまあでもなんかきっと深いこと言ってらっしゃったのでね皆さんぜひちょっとこう巻き戻してそこね確認していきたいお階段巡りの大ファンらしくてちょっと上がっちゃってるのかもしれないですねそうですねスターの方がチャンネル見ていただいてたんですかいやもう毎回見てますよこれはや嬉しいですね本当光栄ですちょっと頑張りますんでぜひちょっととこれからもよろしくお願いいたしますよろしくお願いします いつもこれからも見ます街で出会うあの声かけていただくファンの方の方がまだ喋れるんじゃないかなっていうぐらいいつも見てますよ応援してますよぐらい結構流暢に言っていただけるんですけどもその方たち以上にそれはファンなんかじゃないですよ本当に好きだったらそんな流暢に喋ってられないですよそんなに好きでいただいちゃうめっちゃ好きなんですよマジですかちょ LINE とかも交換してくださいよえいいんですかいいんですか逆にえ ぜひお願いします。ぜひぜひお願いします。<laughs> 早く終わりましょうした。<laughs> <laughs> そうじゃないんですよ。<laughs> <laughs> はい。